ださいみたいな。あの僕はもうこういう怖い話もちょっと仕事として、はい、まあ今やってるじゃないですか。やってます、ね。でもあの特に怖い体験したけど、ね、あの全然使ってくださいよみたいな感じでいただく話の中で、はいはい、ちょっと怖かったなって話をしたんですけども、はい、まあ違う事務所の後輩なんですけども、はい、それこそ10年ぐらい前にあったお笑いブームで若干ちょっとねスマッシュヒットぐらいまで行って、うんね、あのちょろっとテレビ出れたピン芸人がいて、はいはいはい、であの時のお笑いブームで多少跳ねたやつって結構ね入ってきましたね。そうですね。だから当時だと、まあ、まあエンタとかもやってたし、エッドカーペットとかもありましたしね、はい、で、引っ越しをやっとできるってなって、はい、今まで実家暮らしだったんですよ、はいはい、で、やっと引っ越せるってなったら一人暮らしできるってなったんですけど、はい、まあ最初なんで、うん、とりあえずまあワンルームでいいかってなってね、うん、こそってなって、でも、場所を選びって大変じゃないですか、うん、どこにしようかみたいな。そうですよね、迷うでしょ、うん、で一人暮らしをするにあたって、まあ、テレビとかも増えてきたんですけども、うん、一応そのライブ、はい、芸人でもあるから、はい、ライブにも出れるし、うん、ライブにも出るし、うん、あと営業とかで新幹線乗らないといかないしみたいなんで線はある程度限られてくるんですよ。曲に持ちたい、はい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 、ね、でもね、そんな立地のいい場所お笑い芸人が家借りれないですよ。あ、審査が落ちる通らないと落ちるんです。なるほど。でそいつもね、初めての人暮らしでなかなか通れへんもんだから、ちょっとイライラして、うん、ちょっと考えろって。あ、水商売の方が多いエリアだったら、うん、その辺のマンションって多分借りやってみやすいんじゃないかな、まあ、ね、はい、条件も緩いんじゃないか、緩いんじゃないか、で、まあ某繁華街のね、近くにある不動産屋、はいはい、行きました。こう案の定借りれますよ。行けるんだ。行けますよ。保証人なしで行けます。すごいとこだな。 あそうですか、お願いします、うん、で、こうこうね、勧められた物件は、エレベーターがないマンションなんですって。4階建てぐらい。あ、で、もう作りも普通、別にそれだけで綺麗でもないし、あ、まあ、古くもないし、普通のマンションで、かもなく不可もなく、はい、で場所がね、東新宿ですね。あ、東新宿、はい、で東新宿のそのマンションで、うん、家賃もそんな高くないんですって。うん、なんだったらその相場よりもちょっと安いの。あらね、でも保証人もいらない、いやもう見なくていいですわ、ここでいいですよみたいな感じのね、物件なんですよ。でも、まあ、一応でもね、手として一回、内見行きましょう。まあそれはね、もちろんちょっと、ああ、そうですね、まあ、一応行った方がいいですよね、うん、つって一緒に行ったんですよ、はいはいはい、一緒に行って、で、階段登って、ああ、ここです、ここですってご紹介されて、で、まあね、その不動産屋とかこう借りだけだったってやつね、隣のね、まあ、人、隣に住んでる住民がドアの前でたまたま行ってて、おばあちゃんなんですって、はい、で、おばあちゃんが急に、うん、こうやって鍵を開けようとしてんのか分かんないですけど、扉の前でこう行ってたんで、うん、あ、どうもみたいな感じで、はい、ね、その芸人は挨拶じゃないですけど、ね、どうもみたいな感じ で、おばあちゃんなら耳聞こえてんのかなぐらいの、ね、あの相槌なんですね、な感じで、で、とりあえず家中入りますよね、うん、で、入ったらやっぱ綺麗で、綺麗、うん、まあ、リフォームされてる。あ、なるほどね、うん、で、それで、ね、7畳ぐらいですかね、ワンルームなんですけど、はい、結構全然もう住みやすそうな感じで、うん、もう全然いいです、ここでいいです、はい、もう契約しますね、うん、で契約しました、うん、でそこに引っ越してくることになったんですけど、はい、結構ね、仕事もこう近々詰まってたんで、うん、自分の家から空き時間に荷物を運び込んで、うん、もうかかって、その仕事の合間を縫って、休みがないとね、はいはいはい、でもう必要な使うものだけをこう実家から持ってきてみたいな、最低限住めるようになったのが大体4日後とかなんですけど、うん、で、初めてその日その家で、うん、まあ寝泊まりするわけ、はい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 、なんですけど、うん、1人やったらちょっと寂しいから、あ、まあまあ、仲いい先輩1人いてたんで、うん、その先輩を呼んでちょっと酒でも飲もうかな、うん、引っ越し祝いくれたらいいなみたいなノリで先輩呼んだんですって、うんうんうん、で先輩来てね、2人でこう、まあ、缶ビール飲んでこう、はいはい、やってたんですけど、うん、まあ、その当事者の芸人もその先輩も喫煙者だったんですね、うん、はい、喫煙者ですけど、うん、その当事者としては引っ越ししたての家でタバコを、まあまあ、吸われるのは嫌じゃないですか、まあ、壁紙とかね、まあ、自分が吸うかあれだけど、はい、まあね、まあ、初日だしね。でも先輩が いえベランダとか面倒くさいわってなって、まあまあまあ、分かる、両方気持ち分かる、分かるよと、あ、まあ、先輩がいてる間だけまあいいやと思って、じゃあ換気扇のところで吸ってください、はいはいはい、
あ、わかったわかったっつって先輩換気扇でタバコ吸ってみたいな感じでこうね、しばらく行ったんです、うん、だからね、先輩がこうタバコ吸いながらね、こう、吸い終わって換気扇消して、うん、あのさ、急にね、うん、テンション下げて、うん、あのさ、みたいな感じで話しかけてきて、うん、いや、なんすか、いや、なんかさっきからさ、っていううめき声みたいなのがたまに聞こえるんだけど、うん、聞こえるって言うんですって、はあ、いやちょっとやめてくれよと、うん、引っ越ししてきた初日に、まあ、なんてこと言うんだ、そんなオカルトめいたことをこの先輩言ってくるんだ、はあ、バカタレと思うわけじゃないですか、うん、いやちょっとやめてくださいよみたいな、うん、聞こえんだよな、うわーってなんかすっげえ苦しんでるよな、なんかうめき声聞こえんだけどちょっと、うん、大丈夫ここみたいな、うん、いやちょっとマジで勘弁してほしいなと思って、うんうんうん、怖いんだけど、うん、早く帰れへんかなこの人みたいな感じで思って、で、まあ、そこからしばらくしたらちょっと先輩帰るって言って、でタクシーで帰りはったらしいです。で、お疲れ様でしたつって見送ってね、で部屋帰ってきて、でちょっとね、そんなうめき声が、まあ、聞こえたっていうからね、もうちょっと思い出してちょっと家に怖いなと思って、ね、うんうん、ちょっとタバコ吸おうと思って、でタバコに火つけ、ああ、あかんかんかん、俺部屋ではタバコ吸いたくないから、ああ、自分一人の時はベランダで吸って決めてんねん、なるほど、じゃあベランダ行って吸うっつって、うんうん、ベランダこう開けてね、もう一回タバコとかやってこっちに火つけたら、うん、うーって声が外にも聞こえるんです、うめき声聞こえたな聞こえたな、パッて見たら、うん、隣のベランダのところからおばあちゃんが顔出して、うん、うわーって声を抑えましたけど、うわーって言ってんだ、あの目今普通でしたけど、うん、白目です、白目向いて、あーってもう顔出して、あーって言ってみたって、うわーもう少しで、何やら、とんでもない物件掴まされたから、ね、隣のババア行かれても劣れないかと、あんな挨拶の時にね、普通だったのにおばあさんなのに、はいはい、何やったんだろう、いやこれ明日朝一で文句言ったろうと思ってたんですよ。でその日はもう気持ち悪いから朝までファミレスで過ごして、ね、で朝一ですよ、はい、不動産や営業時間で電話して出してくれと担当者とんでもないでぶつけてくれたなと、隣のやつは上岩上げてんぞと、物件どうしようもないみたいな感じで結構言ったんです、その感じ。そしたらその不動産屋にちょっと冷静になってください、うん、あの、うん、隣空き家です、空き家で何あのおばあさんってなるよね、なるでしょ、より怖くなったもん、気持ち悪いね、今までまだ生きてるおばあさんで、生かれてるおばあさんだったら、うん、まあまあ対処の仕方あるでしょ、管理会社とか上げてね、注意とかなんかできるんですけど、うん、これが幽霊だとしたら死んでる人だったら何もできないですし、はいはいはい、対処もできないじゃないかと、はいはい、でそいつはあのいやね、ちょっと待ってくださいよと、まだ半信半疑ですよ、いやそのね、担当の人に言ったんですよ、うん、いやちょっと待ってください、そんなわけないじゃないですか、うん、だってあの内見行った時に、うん、僕挨拶しましたよ、一緒にいましたよね、うんうんうん、いいねって言って不動産屋の人は見えてないんです、うわ、だから間違いなく亡くなってる、幽霊だったんじゃないかっていう話をハラハラハしてて、でまあちょっと不動産屋と交渉して、まあ、全部は戻せないんですけど、まあまあまあそうだね、仕切れることになって、でとりあえずはまあ違うところに住むことになったっていう話をね、聞かせてもらったんですけれども、怖いでしょこれ、新宿の界あのって言ったらあれだけど、そういう界隈は怖いっすね、まあ、そこに限らずでしょうけどね、そういうパターンって分かんないじゃないですか、引っ越してみないと、なるほど、うん、だそのおばあさんもそこで亡くなった、その気持ちを伝えようとしてるのか、何なのか、そこに由来とか由縁がある人なのかも、でもやっぱそうなのかな、そこ離れなくなっちゃって気づいてほしいみたいな、なんですかね、実際に見てないんであれですけど、そいつが言うには、はい、もう完全になんか恨んでるだろうっていう、あ、そうか、が苦しんでるのか、もう白目向いて、はいはいはい、みたいな感じで植えてたんで、やばかったですよみたいな話をねちょっといただいたんで、ちょっとさせていただきましたけど、というわけでね、はい、まあ4本ですか、はいはい、あ、なるほど、見放した、あ、
周辺みたいな感じ。なるほど、すごかった。はい、でも僕ね、あの話聞いてて最後の方で自分で気づいちゃったんだけど、俺ね、ずっとねチャック開いてた。ちょ、俺ね、勘弁してよ。ずっとチャック開いて、全然気づかなくて。出さないよ。どうしちゃいけないんですよ。言わなくてもいいんだけど、全然いいですね。すみません。聞いてました。あの吉田和人は怖い話をまるまる1時間チャックを開けながら聞いていた。逆に怖いわ。総集編でございました。はい、ということで以上七不思議チャンネルでした。どうもありがとうございました。はい、ななちゃんです。私が七不思議というコミュニティでやらさせてもらってます。そうですよ、七不思議のボケ吉田和人です。よろしくお願いします。いらんやボケと。お若見のぶ彦です。よろしくお願いします。コミです。いや、恥ずいて。いや、一応役割分担をね、知らない人だっていらっしゃると思いますけど、お笑い芸人ですね。いや、もう結構やってきましてね、はい、お笑い芸人を。そうですね。どうもツッコミですっていうのももう恥ずいじゃないですか。もうなんかその僕ツッコミですっていうのって逆にボケだから。いや、そう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 、分かる。なんかね、言おうとしてることは分かりますよ。はいはいはい、そんなことはね、もうどうだっていいんですよ。お、今回は何ですか。我々はオカルトチャンネルをやってるわけですから、うん、そうですね。じゃあもう今日はここにね、うん、ろうそくが立っている。そうですよ。なので何男の話を今日は。いや、ユーマなんかや。いや、ユーマいいじゃん。いや、話しますよ。何々男の話。さ、総集編。うわー、パート3。うわ、すごい。3回目ですか。しかもですよ、はい、撮り直しです、また。あー、そうですね。再録、過去の1回目、2回目も新たに撮り直し、ね、撮り直して、で、3つ目、はい、また前撮り直しをですね、はい、させていただいて、はい、皆さんに楽しんでいただこうじゃないかと。もう本当にね、結構1時間ぶっ続けで喋るっていうのはなかなか大変だと思うんですよ。1回目、2回目の奥さんやって、僕も横で聞いててぶっ倒れてるでしょね。そうだから、でも皆さんがね、その、はい、なんか聞くことによって喜んでいただけたら、そうです、気持ちで、はい、ご覧させていただきます。で、あのコメントでね、はい、あの前いただいたのが、はい、あの総集編向けで方で、うん、あのノブさんお願いですから、はい、合間に水分を補給してくださいっていうね、優しいコメントいただいて、そういえば俺飲んでなかったなと思って。そうかそうか、うん、トライアスロンみたいなもんだったんだけどね。そうそうそう、水分補給ですから、本当に。今日はね、ちょっとね、肩荒にね、ちょっとお水をね、なるほど、用意させていただいて、僕はこれを飲むと噛まなくなりますからね。この人ね、水飲んでもね、めっちゃ噛むんだよ、漫才とかでも。俺いつも意味ねっつってんの、これ。で、水ないと口が回んないですよね。で、水飲んでも回ってねえじゃん。回りつつ、まあ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 、喋ってると大変でしょうが、はい、というわけで、今回なんですけど、はいはい、まず話させていただく話なんですが、はい、僕の体験談ではないんですけど、はい、僕の友達がですね、北海道で体験した話、ちょっと聞かせていただいたものなんですが、はい、何君だって、B 君。B 君。はい、B 君がね、うん、説明。やんちゃなんですよ。やんちゃだったんですね。なるほど。で、まあ、二十歳超えてもね、まあ、職を転々として。まあまあまあ、ね、そういう、まあでもね、そういう時期もありますよね、人間も。で、B 君なんですけども、うん、ちょっとその、急遽お金がいると、うん、お金がいるからっていうので、うん、無理やりちょっとね、新しいバイトをしないといけない。で、急遽お金がいるっていうので、やっぱね、体力系の仕事を、ね、そうか、しないといけないっていうね。で、昼間別の仕事しつつ、夜にそういった、ね、ダブルワーク、はいはいはい、必要だからっていうので、始めたバイトが、交通費も噛んだからね、自分で言ったんですよ。俺も初高校が早かったからですね、もう噛んだ。で、選んだバイトが、交通整理のバイト。こういうやつだ。工事しているね、はい、ところに車が、道路狭かったりすると、車がね、両方から来ちゃうといけないんで、うん、片方で車を止めて、車を誘導してみたいなバイトをし始めたらしいんです。ね、で、そこの現場っていうのが、当てがわれた現場っていうのが、片側一車線の道路、だからこう、2本ね、こういう道路なんで、片方を工事で潰すと、はいはい、片方をね、車止めて、うん、ガしてっていうのをやらないといけないから、うん、両サイドにね、交通整理立たして、なるほど、で、まあ、交代制でみたいな感じでやってたらしいです。はい、で、夜中にね、その、現場でバイトをするわけなんですよ。
で、まあ、工事してるんですけど、片側あ一車線同士の道路なんで、夜中だとあんまり車がね通らないらしいです。でもそこってね、大きい幹線道路からちょっと脇道で入ってきて、そこだと近道といいますか、あなるほど、信号がなかったりもするので、はいはい、結構ねその奥に交差点があるんですけど、その交差点に抜けるにあたっては結構その道を使う地元の人とか、よく知ってる人は使う道かな、抜けるんでやっぱ交通整理が必要だっていうので、そこを建てがわれたらしいんですけど、やっぱりね夜にね、立った状態でこうとね立ってこうやってるわけなんで、交通整理やったことないけど多分しんどいやね、眠さとの戦いとかもでしょあるんだろうね、うん、でまあ眠たくなるとやっぱり、うん、でもそこそこね、まあ、早い時間21時ぐらいからですか、はい、入り出すんですね、はい、ね、はい、でもうてっぺん回るまで12時回るまでが意外ときつくて、なるほど車も通るし、あでも、しばらくずっとね、車のヘッドライトとかがこう取り付けて、うん、見続けてると、うん、眠たくなるんです、うん、不思議と、まあまあそうなんですね、だから夜中も眠いし、普通にね勤務入りたてでも眠いし、うん、まあ、そこそこしんどいなと思いながらやってたらしいですけど、ある日ですよ、こう交通整理してたらね、まあ、何回か入ってると、うん、そこ の, あの道を通る人たち、うん、通学路にしてたりとか、はい、勤務のねその勤務カード駅に向かうまでの道でこう使ってる人たちのやっぱ顔とか覚えちゃうんですって、あまたあの人来た、はいはいはい、同じ側の人来るな、うん、要するにね、まあ、ルーティンでそこを通ってるわけなんで、うん、そうでしょうね、覚えてくるんですって、うん、あこの10時過ぎに、うん、まあ、こう通る人はこういうことになる、うん、よく覚えてたのが自転車に乗ったね、うん、女子高生、はいはいはい、がチャリンコで、うん、そこをね結構深い時間23時11時ぐらい、うん、よく遅いね、うん、とかに急いで戻って、だからバイトなんだなとかね、まあ、学校の後働いてとか、あとサラリーマンとかもあるんですか、まあね、まあ、普通の席を来たサラリーマンなんですけど、うん、まあまあまあ、いつも通りはるなと、なるほど、なんかね、2、3人こう頭の中にこういつも、うん、あ物を通るなっていう、うん、人たちがいて、はい、でその中に1人ね、ちょっと気になる人がいたらしくて、どう気になるかっていうと、ちょっとね変というか不思議というか、うん、ちょっとね、なんだろうなと思う人がいたらしいんですけど、それがどんな人かというと、おじいさんらしいんですよ。おじいさん。はい、で背の低いね、背の低い小さいおじいさんで、うん、浦島太郎みたいな、うん、髪の毛を後ろで縛ってるんですよ。で白髪なんですって。だから、うん、髪型だけはマイク巻きみたいな、ね、うん。まあ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 演奏ができました。まあまあ結んでるってことでしょ、うん。かっこいいおじいさんだなみたいな感じのね、うん、おじいさんなんですけど、うんうん、ひょこ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 ね。どっから出てくるのか分かんないんですけど、ああこのビー君が交通整理してる、まあ、見えるところのね、うん、歩道をね、うん、こう歩きながらひょこひょこひょこしてる、またおるなと、うん、でそのおじいさんですけど、まあ、普通のおじいさんだったらまあいいんですが、なんかね規制上げてるんですよ。うわやばいやつや、いやーやばいやばいやばい、あで危ないな、面白いなと思いながら見てたんですってそのおじいさんをね。で、ある時ですよ、まあ、こう整理してたまたね、そのひょこっとおじいさんがブワーって来て、いつもみたいにあーあーって来るんですって。で、ある時気づいたのが、はい、めちゃくちゃ眠くなる瞬間っていうのが、うん、ビーフあるらしくて、うん、よう気づいたらね、うん、そのおじいさんを見ると、うん、ちょっと眠たなるんですって。まぶたが落ちてくるというか、ぼーっとするというか、なんなんやろな。でその時もね、おじいさんが来て、で、あっ、あっみたいな、また規制上げてるなと思ったら、うつらうつらしてきて、ああやばいやばいやばい、これまだね、こう骨整理せなあかんから、こうもう完全に寝てもらったらあかんなと思いながら、こう食いしばってね、なんとか起きてようと思って、でもおじいさんが「あっ」っていうね規制を上げるたびに、うん、どん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 眠気が深くなってくるよ。そうなんだ、やばいやばいやばいと思ったら、うん、クラクションガーって鳴らされたんですって、はい、クラクション鳴らされたと思って、うん、でパシ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 ってパ
ッシングしてるんです、うんうん、そしたらタクシーだったんですよ、はいはいね、タクシーが、うん、ああタクシーやと思って、止めなあかん止めなあかんっつって、うんうんうん、で、こう止めてすいませんみたいな感じでやってて、でこう止めてる間にこうパッてね、おじいさん見たら、今まで自分のことを意識したことはなかったんです、その、はいはい、おじいさんは。なるほど。でもおじいさんがなんかこっち見てるんです、うん、で、あ、こっち見とるなぁと、うん、こっち見てるのこんなこと今までなかったなぁと。で、向こうから合図来たから、うん、そのタクシーをね、こう行かすわけじゃないですか、はい、だからタクシーの運転手が、うん、こっちのね、B 君の方をものすごい顔で見てるんです。なんでしょう。だからもう怒ってるんでしょう。あ、なるほどね。その寝そうになってて、あ、まあ、そこも怠慢だから、仕事やれよ。やれよっていうので、もうめちゃくちゃ怒ってるやんと思って。うわ、めちゃくちゃ怒ってる、タクシー申し訳ないことしたなと思って。で、タクシーがもう行きはったんで、うんうん、そのおじいさんの方見てみたら、おじいさんいなかったんですよ。あら、いてないな、うん、もうなんやろなと思いながら、うん、多分眠たくなってくるんですけど、うん、しばらくしたらね、うん、そのタクシーが、うわーって戻ってきたんですよ。で、ギーって止めて、うん、おいって呼ぶんですって。怒ってる。怒ってるよ、わざわざ。戻ってまって。お客さんを置いて、下ろして、クレーム言いに来たでと思う。やばいね。何何何と思って、すいませんみたいなこと言って、はいはいはい、いいいいすいませんとかそういうのじゃなくてさ、お前見えてたみたいなこと言うんですって。うん、なんすかなんすかつって、うん、でさつって、お前なんか寝そうになってたでしょみたいなことを言うんですけど、はい、おじいさん見えただろうみたいな、うん、あのおじいさん多分この世のものじゃねえぞって言うんです。で、うん、そのおじいさんね、うん、ひょこひょこ規制上げてたでしょ、はいはい、で、タクシーの運転手さんもなんか気持ち悪いなと思ってたんですって、うん、で、タクシーの運転手さんが見たそのおじさんって若干透けてたんですって、だからこのものじゃないっていうのは、うん、そのタクシーの運転手さん若干霊感があるらしくて、ねうん、で、あ、このものじゃないなと思って見てたら、うん、その B 君が、うん、このポーって寝そうになってて、うん、で、そのジジイがね、うん、そのジジイが B 君の方、あ、見てる見てるなと思ったらしいんですって、うんうん、あ、見てるなと思ってて、うん、で、なんかやばいなと思って見てて、で、パッシングしたでしょ、はいはいはい、ブーって鳴らしてやった、ね、で、パッシングしてたっていう、うん、その理由っていうのが、うん、そのこの世のものじゃないおじいさんが B 君をしばらく見た後に、うん、もーって B 君の方に行ったんですよ、うん、怖い怖い怖い、もーって行くのを、うんうんうん、そのタクシーの運転手さんが見えてたから、うん、あ、やばいでやばいでっていうのを押しててくれてて、で、こう気づいて、はい、こう誘導されたから、いや、お前やばいでっていう、なるほど、真剣な顔が怒ってるように見えたと。で、それを教えに来てくれたんですって。え、そんなことあるんですかって、B 君も別に霊感もないんで、うん、そんなマジでわざわざありがとうございますみたいな。うん、で、俺この辺で、働いている、その個人タクシーのおっちゃんだったらしくて、はい、で、この辺って結構そういう話あるんだよ、みたいなこと言うんですって。そのタクシー業界の中で、はい、その通りっていうのは結構そういう話、幽霊的なね、話が結構あるよっていうね、はい、はい、話をしてもらって、はい、だからちょっとさ、つって、近寄ってきたわけだから、うん、幽霊がね、うん、ちょっと気になるから、この先に、この道路の先に、うん、この一帯の氏神様を祀ってる神社があるから、うん、もし、ちょっとなんか気持ち悪かったりとか、うんうん、なんかそういう気になることあったら、うん、その氏神様祀ってある神社に相談したら、うん、まあ多分お払いとかしてくれてね、相談乗ってくれるよっていうね、あと教えてくれたんですって、うん、ありがとうございます、うん、って言って、ああ、ええ人もいるもんね、なって、うん。で、その日はまあまあ終わったらしいんですけど、はい、でね、しばらくしてまたバイト入るわけじゃないですか。うん、バイト入ってね、まあまあまあ、そんなね、おじいさんにタクシーのことがあったことも、まあ、忘れつつですね、うん、またバイト入って、ね、で、またね、バーッとしますよ、ね、うん、で、サラリーマン行けるな、うん、いつものように思いながら、うん、だからまたね、おじいさんのとことか、生だったらね。で、その日はね、うん、おじいさんが来たら眠たくなってしまうんで、うん、タクシーの運転手がそうね、寝てしまってちょっと ね、うまいこと誘導できなかったってあるから、ビールね、ありったけのね、カフェインと、寝かしかき的な、ね、ミミンダハ的な、あれで、ちょっとアホなんですよ、ビールは、努力してたってことでしょ、そのためにね。で、わー、飲んでね、うん、ギンギンになってね。はい、バッキバキのしっぽって寝ないぞ、絶対寝ないぞ、はいはいはい、もうこの顔に大量摂取したから、はい、もうバッキバキで俺ら元気だと、はい、絶対に寝ねえぞ、おいジジイこっち見てみろと、それぐらいの気持ちでね、はい、見てたんですって、はいはい、だからね、ジジイがひょこひょこ出てきて、うん、ああ
また行ってまた規制上げながら道路見てんですって、はい、うわまた規制上げてるやんと思ったらめちゃくちゃ眠なるんです。うわなんなんその作用、なんでやと、うん、俺はこうならないようにカフェインを大量摂取してきてるのに、なんでこんな眠くなんねやっていうのをこう自分の精神的なものと戦いながらね、はい、精神力でこうなんとか見てて、なんで眠たくなんねやと思いながらおじいさん見てたら、おじいさんがこっち見てるんですって。でおじいさんがしばらくしたらひょこ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 って来て、動いてきて、タクシーの運転手が言ってた通りやと思って、うわじじい来てるやんと思って、でその瞬間にさっきね、あの通り過ぎてった女子高生が自転車で戻ってきてるんですって。その女子高生が、あ女子高生戻ってきてるやんと思ったら、その女子高生血だらけなんですって。でサラリーマンが歩いてんのも、サラリーマンまた同じとこ歩いてんのが見えて、うん、そのサラリーマン見たらボロボロなんですって、スーツ怖い、スーツ血だらけで、うん、ボロボロの3体のこの世のものではないものが、うん、おそらくですよ、うん、見えてしまっていると、うん、でその女子高生が血だらけでウォーって吸っていくときに、パーってその B 君の方見たんですって、うわーみたいな、ちょっとその私見えてんのみたいな、これアピールしながら言って、これやばいなってなって、でとりあえずねそのバイト中なんですけど、ちょっと上司に相談して、普通ねそんな交通整理の人員のバイトなんて早退なんてまず無理なんですよ。そうでしょう。でももう本当に体調悪いふりして、それはもう目バキバキなんで、まあまあね、その状態、この状況見てください、本当に体調が悪いから本当に休憩だけでもいいんでちょっともう休ませてくださいってことを相談して、でまあじゃあ分かった、もう一人ちょっとそのまあ、働きつつ交通整理もしながらなんとか今日やるから、もうとりあえずもういいよって言ってくれたらしいんで、でその日はそれを終えたらしいんです。でね気になるから神社に相談しに行ったんですって。でそしたらその神社の神主さんが言うには、この君がねその交通整理してたあの通りあるでしょって、でその通りのちょっと先にさ交差点があるんだけど、その交差点がすごいいびつな形してるんだよって言うんです。で確かに B 君ねその、交差点分かるんですって、たまにないですか五車路みたいな、五車路みたいな、あ6車路とか4車路みたいな、2つになってるところもありますね、単純なこの交差点じゃなくて、いびつな交差点、でそのいびつな交差点っていうのは、時に空間が歪むらしいんですよ、なんか聞いたことあります、はい、そういう交差点って、でその神主さんが言うには、おそらく、一概には言えないけど、ある一日の間で一定時間、その空間が歪んで、そこからこの世のものじゃないものたちがその歪みに乗じてね、そのうろうろしてしまうことが多分あるっぽいんだよと。でそのいびつな交差点はすごくそういう相談とかも寄せられて有名なんだよね、みたいな話をしてくれて、一応もう起動みたいなことをやってもらったんで、別になんもなかったらしいんですけど、ちょっとねそのB 君今までねそういう話僕にしてくれたことないんですよ。霊感も別にあるタイプのことはなかったんですよね、だからね信憑性もあるというか、っていうねちょっと不思議な話です。結局それ多分会社員の人も、女子高生も、普通に B 君は見てたけど、そのいや多分 ね生きてる人じゃなかったんでしょう。めちゃめちゃ怖いね多分違うんですよ。そうですよね。だからずっとうろうろしてるんでしょ多分。ああそうか、だからその空間が歪むことによって、実は幽霊だったその姿が、B 君は同じ空間にいてるから、まあ、見えてしまったんじゃないかって、だからねそのねまずね一番疑問点が、規制を上げるおじいさんは果たして何者だったんだよっていうこと。でその規制を聞くと眠くなるっていうこの作用、聞いたことがね、こんな確かに僕も階段はいろいろ読みますけれども、本とかでもね、でもね、まあそっか、眠気か、でもこういうとその眠気っていうのがリンクしてる話じゃなかったんだよね。違うんです、不思議ですよ、なんか変わった話でしょ、しかもね、その女子高生が血だらけでね、あれ女子高生やなと思ってた子が実は幽霊でね、そうですよね、血だらけであったっていう、それはね、おかしいんですよ、11時台に毎回自転車で、まあね、帰ってるなんていうの、ね、コンビニで働くとかにしても大体ね夕方から10時まででしょ、だからね気になってたらしいんですけど、不思議な交差点、いやそうなんですよ、なんかありました。
私がですね、はい、前のコンビだったんですね。前のコンビ、はい、あの七色の前に飛んでたコンビ、はいはいはい、そんな記憶を入れてるんですけど、いいですよ。だから僕芸歴あの3年目なんで。いやあなた20年やってる。その七不思議を組んでからってことでしょ。はい、ね、はいはい、その前の話なんですけど、はい、僕ね、結果から言うとね、はい、結果いつは幽霊と漫才したことあるんですよ。まあはい、今日は疲れてるのかな。いやマジで、マジですって、マジで。どういうこと？幽霊と漫才、うん、どういうこと言う？そんなことできんの？できるんです。できるんですってのもおかしいですけど、はい、したんですよ。じゃあその時の話をちょっとしたい。いやぜひお願いします。当時のね、はい、コミック出た相方が、はい、世界に行くロケ番組ね。大体分かっちゃうでしょ。行くんですよ。行っとったんですよ。まあ世界に、ね、はい、行くんです。旅立ってたりして。まあ当時もね、コンビなんか悪くてね。まあ腹立つのが、うん、そういうロケから帰ってきて、はい、でライブですよね。はい、事務所、お笑いのライブ、我々同じ事務所だったから。そうです、今は太田プロなんですけど、はい、その前のノブちゃんのコンビの時、その前のコンビの時に別の事務所だった、はい、そうです、そこで一緒だった。でそこが持ち小屋がありましてね、はい、はいはい、でそこの小屋劇場で事務所ライブやってたんです、はい、やってました。でその事務所ライブなんですけど、まあ事務所ライブってね、芸歴を重ねてくるとね、はい、ちょっとね、舐めてくるわけですよ。元相方特にね、まあホームタウンのライブだし、ネタ合わせもせずにね、俺は新ネタを変えてきたのに、うん、やんないよと。え、疲れてないと。あ、ロケで、うん、あ、ロケから帰ってきたばっかりの時もあるし、はい、と思ってね、まあまあその現場僕はよく見てますつってね、で喫煙所でね、クッつってね、つってね、こうってね、でもうええやと思って、うん、この日は、うん、はい、ジョライブだし、周りネタで行こうと思って、うん、今までやったネタやればいいと、ね、やろう、で、でネタ合わせもしなかったんです、はい、で、まあ、ちょっと体調悪そうだったんですよ、実際、うん、でまあまあしょうがないやろうと思って、ね、うん、で、本番迎えるわけですね、はい、じゃあ本番迎えるわけです、はい、で、その劇場って、はい、両サイドからもう出てこれるんですよ、うん、あ、そうですね、はいはいはい、で、はい、皆さん、あんまりお笑いステージ見たことない人、ちょっと説明すると、はい、ネタって、コンビの場合、漫才とコントに分かれるんですね。結構ね、その漫才とコントの違いが分からないって方がすごく多いんですよね。はい、そうなんですよ。なんでちょっとその説明からすると、漫才というのはセンターマイクがこう立っておりますね。はい、これですね、ロウソク、センターロウソクになりますね。センターロウソクです。このセンターマイクが立ってると漫才なんです。そうです。なので、漫才師というのはコンビ名をこう紹介された後に、はい、照明がパッてついて、はい、どうもーって出てきてね、このセンターマイクの前でこう立つんです。で、もしくは、はい、はい、どうもーってこう両サイドから出てくるパターンがね、はい、あったりするんですよ。そうですね。で、僕のコンビっていうのは、はい、まあ、コンビ仲が悪かったんで、両サイドからこう出てくる。そういう意味合いでそうしてたわけじゃないですか。こうあるでしょ、はい、はい、どうもーってこう出てくるタイプ。はい、はい、ですね、だから、当時もね、こう両サイドに行ってるわけじゃないですか、はいはいはい、そうですね、で、まあ、自分の出番の前ね、こう暗転中ですよ、はい、で暗転中にこう、まあ、こうコンビ名言われて、うん、でガナルでね、うん、コンビ名言われて照明がパッてついて、はい、で、相方の方が、うん、どうもってテンション高く出てきたのを確認して、僕はちょっとね、うん、ゆっくりとどうもって、まあ、そんな感じだったね、なんでそういう感じだった、うん、そのテンションの差を出したくて、はいはいはい、でその日も相方がね、うん、体調悪い中、はい、暗闇の中でね、はいはい、無理やりの元気つけてね、テンション上げようとしてんですよ、はいはい、テンション上げようとしとるな、うん、で、まあ、コンビニ言われます、はい、で名店パッてなってね、うん、で相方の方見てたら、うん、その相方がこうやって、うん、出ていくぞっていう、この出ていくぞのこの相方のここにね、うん、白髪のおじいさんがこうやって後ろに乗ったんですよ、うん、と思って、うん、どのタイミングと思って、はっきり見えたんだ、はっきり見えて、いいや、おじいおるやんと思って、ああ、でしばらく見たらね、しばらくって言ってもほんまコンマ何秒ですか、ね、ああ、まあね、見てたら、うん、外人やないかと、そう、マジで白髪の、うん、ちょっとかっこいいんですよ、いや、かっこいいんかい、白髪のロン毛ですよ、ロン毛の、はいはいはい、白髪のこう髪の毛長い外人の彫りの深いね、うん、外人のおじさんでちょっとひげが生えつつ、はいはいはい、ね、ジョニー・ディップみたいなね、感じのちょっとね、おしゃれなおじいさんみたいな
風貌なんですよ。幽霊が。ああ、で、黒いコート。黒いコートなんか。黒いコート着てて。うん、で、それが見えてね、うん、うわ、じいさんおるぞと思って、もう相方止まらないじゃないですか。出るよね、それ。はい、どうもーって出ていきよるわけですよ。で、僕もどうもーって出てくるんですよ。うん、でも僕はじじい見えとるわけなんですよ。あ、そうですね。で、はい、どうもーってこう来てね、いや、こう、じじいおるぞ、じじいおるぞと思いながら、うん、いや、ついてきたでと思って。舞台に登っちゃったんだ。その白髪のねついてきちゃったの、うん、外人のおじいが舞台ついてきよったんですよ、うん、相方のここにすごいハッとつきながら、うん、ではいどうもーってこう相方が来るその隣にはじじいがいてて、うん、いやさすがにマイクの前ねついたらどっか行くやろうと思って、うん、はいどうもーってこうセンターマイクの前に立ったらそのじいさんマイクの前に来てトリオになったんですよ。やる気あるんだよ、まあちょっと待ってくれ。なんなんこの話。待ってくれよ。うんうん。漫才始めなあかんし。はいはい。いやもう分かるでしょ。漫才師は、はい、もう常にこう喋ってないといけないですか。そうですね。お客さんの前に立ったら。漫才そうですね。はいどうもから始まって、ね。はいはいはい、はい。最近やってますけど、ね、やってますけどもよろしくお願いしますね。はい、ですみたいな感じのテンポですよ。はい。喋ってるんですけど僕の視界にはおじいが入っとるわけなんですよ。やりづらいだろうな。きちいなと思いながら、うん、で、まあ、相方もねこう喋ってるわけですから、うん、突っ込まないといけないじゃないですか。もちろんね。で突っ込むんで僕結構ねその相方の頭ポンって、はい、頭叩く突っ込むタイプの漫才だったんです、はいはい、だからボケたら突っ込むんですけど、うん、間にねいるんでしょ一人いてるんですよ、はい、だからちょっと遠近こう来るんですよ。ちょっと遠近、うんうん、感覚がね、距離感がね、距離感来るんですよ。まあ、めんどくさいなと思って、うん、でちょっと無理やりねこう相方の頭を叩こうとしたら、うん、ちょっと空振るんですよ。うん、間見てるから、はい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 、届いてないかったね、はいはい。空振ったこれがその、うん、ちょっと多分じいさんをすり抜けてるんですよ。うん、あ、通り抜けるわけだ。だからすげえな。で、うん、たまにね、じいさんが、うん、こっち見て睨むんなんなんだよ。見えてんの分かってんのかな、どうなんだろうな。怒ってんですよ。ああ、突っ込まれて。ふざけんな。頭叩くなよ。自分も出てきてるよね。お前が出てきたんやないかと思いながらね、はいはい、およそ3分半、4分ぐらいの尺をね、まあ、そのジジイと一緒にね、漫才しました。すごい。もうええわっつって、どうもありがとうございました。何かしら、と思ってね、ネタ終えて帰るわけですよ。はい、帰りはね、同じ方に履けていきますよ、相方と。はい、で、こう帰っていくときに、相方が先に戻っていく、その背中に、じいさんもごてん、引き継いで一緒に戻っていく。いや、お前も戻っていくんかい。同じとこ戻ってたなっつって。で、袖履けたら、はい、じいさん消えたんですよ。ええー。いや、出たかっただけかい。何やねん。ノブさんこれ漫談？いやいやマジ階段？マジです。実は階段です。実は階段かこれ。いやもうその後もついてたら、はいはいはい、ね、はいはい、なんかあるんでしょう。でもね、相方にね対してなんかをね出たら消えるわけですね。すごい消えたなと思って、いやお前やばいぞと、うん、白髪の外人ついてたら後ろに、うんうんうん、いやーみたいなこと言うんですよ、うん。だからとりあえず今日家帰って、うん、もう話出て洗って、うん、日本酒のね風呂で。うんやりっていうことをね、うん、ちょっとアドバイスして分かった分かったみたいな話でね、うん、まあここまでだったら本当さっき言ったみたいに僕の漫談に聞こえるでしょ、うん、まあまあちょっと面白チックにどうしても聞こえてしまうんですけど、ね、でもねそのライブが終わった後に、はい、こうお客さんが来てくれてるんでこう出待ちのお客さんに挨拶しに行ったんですよ、はい、で、まあ、下降りて行ってどうもありがとうございますみたいな感じでねお客さんとこう挨拶したら一人の女子がね女性がバーって走ってきて、うん、あいつも来てくれてありがとうねみたいな感じで喋ったら、うん、いやそんなことよりノブさん今日トリオでしたよねって言うんですよ。見えてた見えてた人いた見えてたってなって、うん、俺だけちゃうねやってあノブさん気づいてましたみたいなってなんかおじいさんいましたよね。あやっぱはっきり見えてんだ見えてたんやってなって僕そこで隠し得たんですよ。なるほど僕だけじゃなかったんですよ。はいはいはいあれ何おじいさんやなみたいな。いや本当にっつってちょっとなんかおしゃれなおじいさんでした、うん、わそこも共通してんだやっぱ見てるすげーってなって確信を得てね、うん、で相方が言うにはそのロケ行ったところっていうのがね、うん、カリブだったらしいんですよ、うんね、ということは海賊なんじゃないか。なるほどすごいの連れてきてしまったみたいなことか、うん、でこれが不思議とね、はい、そのロケに行った数人、うん、スタッフさん含めて、うん、相方含めてみんな体調崩したんです、えー、で
相方以外のスタッフさんはちょっとこの体調の悪くなり方はちょっとおかしいっていうのでみんなでお祓い行ったんです、はいはい、でお祓い行ったらスッキリしたんですで相方は、うん、あの僕が教えた非常に簡単なねやり方というか虫の風呂に貼るだけでスッキリはしたらしいんですけど、はいはいはい、みんながみんなそういう状況になるで僕が見たのは白髪の外人じゃないですか、うん、おじいさんでね、うん、で行ったのが海岸これは曲がりなく海賊だと、はい海賊の霊がやっぱいるんだな、あっちの方向にはね。いや、不思議だなと思ってね。うん、ねえ、海賊やのにね、飛行機乗って来よったんですよ。いや、そこ別にいいだろ。いや、船使えようじゃないですよ。それはいいでしょ。いや、これマジですからね。うん、実は怪談ですから。珍しいというか、得難い経験ですよね、これはね。こんなやついないでしょ、経歴として。本当にね、この話しゃべれるの、このチャンネルだけですからね。あいや、怪談ライブじゃしゃべれないです、うん、まあまあ、あちょっと大赤みがおかしいとか。何言ってんだってなる。おかしくなってきたぞっていうことになってるんですからね。ちょっとすごい不思議な話です。続きまして。お、来た。まあ、シアター D という先ほど出てきた劇場で ね、はい、ね我々は青春時代を共に過ごしたわけじゃないですから、ねね、共に歩きおすごい音痴じゃないですかでね、はい、あのシアター D って結構ね、はい幽霊話多かったです。そうですね。渋谷のセンター街の奥にあった劇場でして、はいはい、そうですね。まあ劇場ってもともとね、はい、結構幽霊とか集まりやすいと思うんですけど、ね、有名なんですね。あのね、舞台の先ほどのぶさん言いましたけど、鉢と鉢から出てくるとか、鉢にね姿見っていうか鏡がね ありましたね。あったんですけど、やっぱその鏡って。うんあれ布かかってましたね、はいはい、かかってました、ね、汗かがみになってしまうから上手と下手がとで、スタッフの女の子とかが、はいまあ、幽霊を見ると、はいはいはい、ありましたね、で一番最初に劇場に行って準備をするから劇場に入ってその、うん、なんですか最初の支度とかするときに、うん、舞台の上を足が歩いてた足だけが、ね、言ってた歩いてたらしいんですよ、うん、まああったりね、ねあと、とある芸人たちが、はい、そういう怖い話のイベントをこのシアターにやってたんですって、はい、で、やってる時に、その怖い話をしてる時に前列に座ってた女子がね、いきなりジャーって悲鳴を上げて、泡を吹いて倒れてで、救急車に運ばれるみたいな引き付きみたいなのを起こしてね、はいはい、で、運ばれるみたいなとか、はい、そのシアターでね、僕もすっげー覚えてるインパクトのある怖かった話なんですけど、うんはいはい、ネタ見せって当時ね、はい、夜中やるじゃないですか。我々のね事務所その持ち声があって、そのシアター D の深夜、はい、そうです。ね眠たい中呼ばれ、もうだって深夜12時集合とかだよね。そうなんですよ。ね作家さんももうね、はい、あくびしながらです。そう見てる感じ。で事務所社長とね、はい、で当時の事務所の社長っていうのがね、はい、まあ、イケイケなタイプの、ねはい、方 で、はい、でもうみんなの兄貴みたいなね、うん、そうなんですよ。そうでした。ファイラブみたいな、ねはいはい、感じ でその社長もこうやってね偉そうに社長だから作家さんがねこう舞台の前で椅子、はい、こんな感じですよね、はい、でこうやって見てくれるようなアドバイスとかをくれるネタ見せなんです。ネタ見せ、はい、でまあそのネタをしてない芸人たちは楽屋にいたりとか、はいでそのネタを後ろの方で見たりとか、ね、そのパターンもありますそうするわけなんです、はい、で一応ね、照明とか音使うとかもいるんで、うん音響の方に ね、 そうですね、はいはい、人がいたりとかもあったんですけど、はい、その時は、音響多分ね誰もいなかったり少なかったんですよ、はい、で後ろの照明は全部落としててで舞台だけ照明つけてネタ見せやってたんですけど、はい、追ってるかな影弁慶というですね。あ、なんですかもう NG ワードみたいなところが出てしまいました。わか僕は後輩でね、はい、コンビがね、影弁慶っていうコンビで、はい、影弁慶ってね、その保険のね、はい、井の丸っていう懐かしいな芸人がいまして、はい、そいつみんなのアイドルみたいな感じで、そう、マスコットみたいな、ね、マスコットキャラみたいな感じ、ね、で、面白かった本当に。やめてくださいよみたいな、ね、そういうちょキャラ強いやつで、面白かった。でもね、ネタはね、ちゃんと真面目にやってたじゃないですか。はいそうですね、で、その革命芸がネタをやってて、うん、で漫才だったんですけど、うん、もう喋ってて、
で、井上も 日頃から変なやつだとは思ってたんですけど、ネタ中にいきなり、うん、おーって言うんですよ。指さして、はい、後ろを指さし、はい、だからね、うん、その相方のね、カジの方は、カジから何やってんだよみたいな、はい、感じなんですよ。で、ツッコミとボケ、はい、逆なんですよ。井の丸がツッコミなんですよ、はいはい、で、カジの方がボケなんですよ、うん、だそれが入れ替わってるんですよ、うん、何やってんだよ、はい、みたいな。だから社長とかね、作家さんとかも、ね、俺見てた方も、うん、ちょっと困惑して、うん、何なんだろう、うん、こうやってこう指差し出すわけだもんね、こうやって思ったら、うん、井の丸がまた続けて、うん、って言うんですよ、うん、指差して、うん、後ろの方を、うん、って何もしても、はいはい、言葉が出てけえみたいにびっくりしてるんですよ、うんうん、で社長がねガーン怒って、はい、なんだお前らって、まあ、確かにこのネタの途中でもうなんかそういうわけわかんないことするなんて絶対タブーだ。そうなんですよ、ネタ見せといえどね、はい、真面目な家事で神聖なもんですから、避けてんのかお前ら、はいはい、何途中で規制走ってんだお前ら、やめてまやめちまえよみたいな感じでね、はい、怒りはったんです社長が、はい、一気に来てくださいって、うん、ちょっとあの後ろのブースですけど、後ろのブースに目玉がって言うんですが、目がね2つ、そのブースのね、こうブースなんでこれぐらいのちっちゃいね窓みたいなところで、電気消えてるので暗いんですけど、その真っ暗のその窓のところに白い目玉が2つ浮かび上がってる。めっちゃ怖いけどね、普通に考えたらね、何言ってんだお前っつって、いや本当信じてくださいっつって、僕目見えたんですよ、はぁ、あ、みたいな社長が怒って、うん、で見てきてやるよ俺が、社長がね、うん、そのブース行くわけですよ、で取って覗いて誰もいねえじゃねえかよっつって、うん、だよお前井の丸ふざけんなよっつってブースの中入ってきたら、うん、いやいたわっつって出てきたんですよ、何っつってみんな騒然としたら、あのねブースのところに、外人の方なんですけども、黒人の方なんですけども、はいはいはい、ブラックの方が、そこでね、当時ですよ、そのシアター D があったビルの下の階がクラブだったでしょう、ね、ああクラブでしたね、はい、ズンズンズン音が響いてきたり ね、でそのクラブに来てた外人がどうやら上のホールでジャパニーズコメディーをやってるぞっていうのを聞きつけひっそりとその外人の方は、はい、ブースの中に潜んで見てたらしいんですよ。なんだこれ。それはそうでしょう、まあ、黒いから目玉しか見えないんですよ、なるほど。で当時の社長は英語ペラペラやから、あそうです、アメリカに、ね、行ってました、留学してたぐらいだから、その外人と喋ってその情報を聞きつけたらしいんです。なるほど。で面白いじゃねえかよみたいな、その外人と社長が固い握手してね、外人が帰っていった、はいはいはい、みたいな、いろんなことがあるけど、ある劇場なんかこっからですから、こっからですから、それを経てです、はい、そういうのがあったしばらくしてですよ、うんうん、僕あのとある先輩とですね、うん、まあ僕に言うコンパですね、合コン的なものね、合コンというものに行きまして、はい、でまあ負けたんでしょうね。負けたって何だ。何をもって負けたの。考えてみたら負けたんでしょうね、まあ、戦果がなく、普通にお話だけをし、うん、その先輩と一緒に、はい、まあ金もなかったんでしょうね、まあ、あの当時ですよ、はい、そのシアターリーグが所属の芸人は寝床にしていいっていう特別ルールがあったんですよ、常に空いてますので深夜ね、例えば電車を逃そうものならいいルールでしたよね、助かりました。そうでね、うん、その日も、まあ、負けコンパの後に渋谷でやったからね、その先輩と一緒にね、はい、シアターリーグに来まして、で、赤いマットですね、引きまして、で、おしゃべったわけですけど、ね、で、負けたなみたいな感じでしゃべってて、で、そういえばこの前、稲丸が幽霊騒ぎを起こしましたよねみたいな感じで、ああ、面白かったねみたいな感じでしゃべってて、で、そこのブースだから、ちょっとマジで、あの時は外人の人だったけど、ね、実際のブースから幽霊覗いてたらえぐい怖いでしょ、うん、みたいな話をしてて、ね、で、ね、いややめろよみたいな、その先輩は怖がりって言うと、いいですよ、やめろよって言って、あっ、これすごい、見てるじゃないですか、みたいな、で、なお、見てるし、見てるでしょって言ったら、おかっこいいのがね、よかった感じしたんですよ、いや、と思って、見えたってな
ったんですよ、うんうんうん、で当時そのシアターリーグは、はい、3、4歳の着物を着た女の子が、はい、あの舞台上とか、はいはいはい、で、あの足が見えたりとか、そうそう、さっきね僕も見ましたけど、うん、お腹いるっていう話があったんですよ。足音がね聞こえたりとか、はい、ネタ中にねパタパタパタって足音が聞こえたりとか、うん、そういう話がいろいろあったんで、はい、僕これ見えてね、あー見えたってなったんで、うん、いましたよ今。でその先輩が、うん、あの好き怖がりなんで、うん、やめろみたいになってるんで、うん、わー、じゃあ僕ピンと来ておかっぱで、はい、小さい女の子で、うん、で、着物を着てた、はいはい、これもしかして、うん、座敷わらしなんちゃいます？なるほど、そのプラスの方向で、はいはい、怖がってるから、そうね、座敷わらしやから、うん、あの大丈夫でしょうみたいな話をその先輩にしたんですよ、うん、だからその先輩がね、なんかわからないですけど、なんか引きつけてね、おいっつってブースに向かって言うんですよ、うん、おい座敷わらしだったらなっつって、お前運気上げてくれんだろうみたいに言うんですよ。あ、なるほど、俺は今度オンエアバトルのオンエアがかかってる、勝負に行かないといけないんだっつって、 NHK の当時やっていましたお笑い番組ですね、はいはい、ネタ番組、はい、お前座敷わらしだったら今までオンエアされてなかった俺をオンエアさせてみろよっていう願いだな、そんなもん、何言ってんねんって感じでね、その日終えたら、はい、実際その後その先輩オンバト受かったんですよ。すげえな、ってなって、すげえ座敷わらしなんちゃーんってなって盛り上がった、はい、その先輩が、七不思議の吉田和也です。僕でーす。僕でしたよ。ありがとうね。ね、そうなんですよ。不思議なね。そうなんです。お笑いの番組知らない方のためにちょっとだけ説明しますけど、はいはいはい、当時やりました爆笑オンエアバトルという NHK 総合でやってました。1回の放送で10組の芸人さんが出場しまして、はいはいはい、ネタをやって、はい、お客様がボールを転がす、100人のお客様で。で、そのボールを入れたバケツの重さで、はい、上位5組がネタが流れる、下位5組は流れる、うん、で、僕は結構ね、実はちょっと、うん、上の人に気に入ってもらってました、うん、NHK の、うん、4回続けてポン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 って出してもらったの、連続で連続で、はいはい、だけど、まあやっぱちょっと実力も乏しく、うん、オンエアがされず、うん、もうこれ俺何やっても受かんねえなって思ってた時期だったの、ね、だから、その時に飲むのね、うん、あの時も、もう本当お前と来週ぐらいに決まってたから、もうそんなんで本当にできんだったらやってくれ頼むよって言ったら、いや、あのテンションの上がり方マジで、はい、やべえやつでしたからね、もうお前が座敷わらしだったなっつって、その時に俺を煽っていますよいますよとか言ったのも今の感じでしょ今みたいな感じになるし、もう昔からそういう感じなんですよ、はい、いじりといじられでね、2人ともコンパ負けてるのね、負けてそうそうか、そう負けたコンパ俺だったんですか、そうっていうのがね、なるほど、でだから、はい、これがね、はい、奇跡的に、はい、座敷わらしだった場合はですよ、はいはいはい、我々見てますから座敷わらしで、気づけばコンビを組み、YouTube をはじめ皆さんに見ていただいている。これはだからそういう長い視点で見ると、そうなの。すごいよね、考えてみたら。マジでそうやったんちゃうかな。もうビルないんですよ。その座敷わらしがいた渋谷のセンター街のビルは、某ビルはもう取り壊されて跡形はないんですけど、まだもしかしたらね、それが俺たちにくっついててくれてたのかなとかね、くっついててほしい、くっついててほしいな。で、僕はその YouTube も、うん、まあ、なんとかお客様の形になりつつあるし、そうそう、だからこれからもついていてくれるとお願いしますね、うん、いや懐かしい話だな、これはね、まあ、ちょっとお笑い要素強い話ですけど、総集編ならではね、はい、あれね、入れさせて細かくね、ディテールもちょっと話せるからね、そうですね、で、これ最後なんですけど、ほう、せっかくなんで、うん、このチャンネルではやってない話、ビリー・ゴローさんとコラボをした時に、はい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 、ゴローさん側でした話を、せっかくなんで、ね、あ、ゴローしか知らなかった話おかめ心、おかめ心が出てる、乙女心できたよ、これは。ゴローしか知らない話、ゴローにはしたんだ立つな、立つな、俺もね、このキャラ何なのかよく分かってないんだけど、自分のゴローだけはしたよ聞かしてよ、なんでゴローにだけ怖い話するのするよ仕事だよなんでするのじゃねえよ、分かってるよ、俺だってするまあまあまあ、それありつつね、はい、なるほど、まあその話、あ、お願いしますよ、地元にね、はい、
まあ、結構お祭りとかあるような神社が一個あるんですよ、うん、でその神社っていうのが小高い丘というのもちょっとおかしいな、なんかちょっと山の上みたいなところなんですけど、ヤクっていうと山じゃないですよ、そのままに坂をね、登って、あ、まあ、小高い丘っていうのが届いてるな、その上にある神社なんですね、うん、で、結構その神社まで行くのは険しいと言いますか、階段があったり、坂があったり、うん、結構ね、まあ、中学生ぐらいですか、みんなでワイワイね、その近辺をうろうろしたりするんですよ、で、その神社行ったりとかもしてたんですけども、はい、その神社に行く途中にある、曲がり角に差し掛かるようなところにね、うん、古びた洋館があったんですよ。へー、珍しいね。古びた洋館ってわかるかな、ね、おとぎりさん出てくるじゃあぴったりな例え出すなよ昔あったゲーム出ますよね、テロップこれね、サウンドのペルですね、そう、それだとすごいわかりやすいよね、あのね、周りは本当に日本家屋ですよ、日本の住居がこうね、はい、ってなんか、はい、おかしいですよ、そこだけ洋館なんですよ、で、細い坂でね、はい、で、途中から階段にあるその坂と階段のちょっと境目ぐらいのところにバーンってこうね、洋館があるんですけど、洋館って廃墟なんですよ、あ、何も住んでない、住んでないんですよ、はいはい、で、鉄の門みたいなのがガシャガシャすげえ中古の感じだね、で、こうね、入ってて、はい、こうね、もう、うん、取れないようになってて、で、その洋館がみんな気になってたんですよ、うん、そんなところに何があるんだと、何が出入ってやしね、気になるねみたいなね、うん、でもね、入ることできないんですよ、厳重なんで、その門がね、はいはいはい、あって、で、中にはね、うん、そこの廃墟の中入れたっていうね、うん、やつの話とかはあるんですけども、うん、実際にそんなエピソードだけなんで、はい、まあ誰も信用してないし、うん、本当に入れるのは無理でしょうみたいな感じでね、僕は見たんです、うん、で、数人でそこに行った時に1人ね、うん、T 君という、 T 君、うん、T 君って言ってます、 T 君ね、はい、めちゃくちゃ運動神経ですよ、なるほど、身体能力が抜群に高くて、本当にね、説明が難しいんですけど、うん、高校1年の時に親の都合で、うん、転校することになって、うん、僕そこで1回離れることになるんですけど、うん、T と同じ高校通ったんですね、うん、で、その T がね、みんなが「バイバーイ!」っつって、うん「俺転校するから!」っていうので、うん、じゃあみんなバイバーイって言って、その、うん、5クラスある、うん、その1年5組から1年1組までの長い廊下を全部バックしながら行った、うん、何なんですか、めちゃくちゃ身体能力高い、日本シリーズの秋山のやつうわーってこと、すげえ、すげえなっていう、本当にもうちょっとその身体能力の高さを説明したかったので、はいはい、余計なやつとか挟みましたけど、はいはい、それぐらいの ね、 賢い、うん、ね、身体能力が高くて、うん、で、強いんですよ、柔道部だったし、あ、そうなんだ、強いしね、もうバネもあるしみたいな、すごいな、そいつがアスリートみたいな、で、結構ね、その地元のグループの中では主力だったんですよ、T が。で、俺ちょっと行ってくるよ、なんか、みたいな、言うんですよ。入れる？っつって、無理でしょ、うん、って。いや、これさ、つって、うまくここの、門のところを、ここに足かけてさ、これで飛び越えられるでしょ、みたいな、ヒュンって行ったら、行けたんですよ。行けたんかい。行けたよ、すげえ。せっかく入れたから俺ちょっと探検してくるねみたいな感じで、はいはいはい、やめとけって、あとめんどくさくなるから、ね、うん、身体力高いんで、うん、こうね、ドアのところをかきしまってんすね、あ、やっぱガチャガチャガチャっつって、はい、あ、入れないなっつって、はい、で、中入れないのかなって言ってんすよ、で、廃墟なんで、うん、確かにね、窓がちょっとひび入ってたりとか、うん、なんかね、うまくやれば多分入れそうなんですよ、うん、なるほど、でも、ね、不法侵入ですから私有地の可能性もあるし、ね、ダメだよっていうね、うん、中、2階までね、スパイダーマンみたいに壁伝って、いや、すっげえな、で、洋館なんでね、ちょっと出窓みたいな、はい、はい、はい、わかりますよ、わかります、なんとなく出窓の、出窓みたいなのがあって、ちょっとここ足場になってて、うん、そこに足かけて、うん、これ窓いけんじゃねえっつってて、うん、窓ガリガリガリってやってたら、ちょっと割れたんですよ、うん、おぉ、いや、俺やってないみたいな、大丈夫か、おいおいおい、やばいぞと、俺ちょっと行ってくるわって、うん、やめろよって止める僕たちを制して中入った、うん、すげえな、入っちゃったんだ、20分ぐらい、うんうん、戻ってこないんですよ、
大丈夫かってなるよね。なるでしょ、うん、で20分ぐらいしたら、うん、あのドアから出てきたんですよ、うんうんうん、でなんかねテンション低いというか、うん、ちょっとなんか普通だったらね中身であってそうテンション高いよね、何やってさみたいなじゃないですよ、普通にふって出てくるんですよ、おーっつって、お前何してたん、だいぶなってたぞ俺らって、俺らテンション高いじゃないですか、何があったんやつって、うんうん、いやいやいや、あの普通普通、いやいやいや、そんなわけないよ、あのいろいろなんかソファーとかって時計とかっていや、まああるだろうけど言うんすね、うんうん、何を言ってんのお前、うんうんうん、みたいな、うん、でね、そこの時点で何があったかはあまり教えてくれずに、うん、そのまま時は経ってったんです、はいはいはい、でね、僕はこの話を覚えとるんですよ、しっかりと、はい、でもね、うん、なぜかね、うん、T はね、この記憶が薄れてくんですよ、あ、自分が入ったこととかを、うん、振ってもね、うん、こっちがあったよなって言っても、うん、いやあったっけみたいになってくるんですよ、で、徐々にね、周りのね、記憶もね、このあの話、うん、中に入った話をどんどん忘れていくという、うん、わ、なんなんですかね、気持ち悪いでしょ、なんか記憶が薄れていく、で、うん、僕何度かこういう経験あるんですよ、はい、記憶が薄れていくというか、うん、周りだけが記憶薄れてしまう、はいはい、でね、僕が聞く話でもたまにあるんです、うん、何かがきっかけで思い出した、うん、でそれはありえないぐらいの恐怖を人って感じたと記憶が欠けたりするんです、ある種防衛本能みたいな、防衛本能、うん、で突発的な記憶喪失、はい、でも徐々に忘れていったんですよ、だからそれが中学生でしょ、高校の時とかに喋っても全然覚えてないんですよ、なんでないみたいな、だってみたいな、ふざけんなお前っつって、うん、お前あれ入ってったぞみたいなこと、俺も覚えてるんで、俺がなぜ覚えてたのか知らないですよ、うん、僕は覚えてたんです、はい、で大人になりましたね、でもう一人の現場に友達にね、そんな話をたまたましたんです、それがね、とあるイベント、階段のイベントに出るときにこの話をしようかなと思ってて、うん、で、そういえばさっつって、T がそういう話したよなっていうことを話したら、そいつはね、覚えてたというか思い出したというか、あったなみたいな話でね、まあ話したような話のところまでお二人で話をすり合わせられたんで、僕も話せるぐらいのレベルになったんで、とあるイベントでね、ここまで話したんですよ、で、記憶が中に入ったねっていうのが欠けてしまって言ってるのはなんでなんですかねみたいなことをイベントで喋ったんですけど、それ多分カイパだったと思うんですよ、もうカイパの中でね、どんどん解決されてるというか、話が繋がっていくというか、あくまで考察ではあるんですけど、カイパじゃねえな、都市ボーイズのイベントかな、なんかこう出た時のイベントで、これ喋ってみたところね、一人がね言うんですよ、これあれですよね、ダブさん多分、その洋館の中で何かに合ってますよね、うーん、で、俺ね、忘れてたんですけど、思い出したことがあってね、T がね、ボソッと言ってたから、なんかね、女の子がいたようななんか話をね、中に、うん、で、うん、幽霊みたいなのがいたのかな、なんか言うんすよ、うん、話してて、で、鏡があってね、鏡があって、姿見があって、でその姿見を覗いたときに、外人の女の子みたいな感じの子が、その鏡越しにプッて見えたみたいなのをボソッて言ってたような記憶があったんですね。だから、そのイベント中の話では、この鏡に映った女の子のところまで話しました。なるほど。で、それを聞いた、一人がね、これちょっと僕の中での予想なんですけど、うん、その女の子とその T は何か密約交わしてないですか、うん、約束この話を誰にもしないでほしい、なるほど、よそで
その話をしてしまうと、この館の中に人が来てしまう可能性もあるし、存在がバレてしまう可能性もあると。で、T が固くなに拒んで、いや、言ってないみたいにごまかし続けたので、もしかしたら、もし誰かに喋ってしまった場合、なるほどね。あなたの命を奪うわよ的な、脅しまではいかないですけども、もしかしたらそういう感じでね、約束をしてたんじゃないですかって言われた時に、おわーと思って。そうなると、その出てきた時のテンションの低さ。そうとかも納得は確かにいくよね。していくんですよ。ああそうやなと思って。で、僕それをねイベントで、はい、あの予想でこうくれて、うわ俺テンション上がってね。そういえばもう一人の友達と話をすり合わせたから、はい、そいつに言ってあげようと思って。うん、あれこうだったんだ、はいはい。で会った時に言ったんですよ。うん、はい、おーみたいな感じで、うんうん、びっくりしないんですよ。おーみたいな感じで、ね、言ってんすよ、はいはい、ちょっと待ってくれよと、はいはい、お前こんな素晴らしい考察を俺は持ってきたんだと、ね、うん、リアクションしろよっつって、ないやさつって、はいはい、大人になってからしばらくしたらさ、はい、あの T ボソッと言ってたぜみたいな、え、マジで、うん、やっぱりね、うん、多分ね約束しとるんですよ、なんかが、なんかで会ったことは確か、でもそれははっきりとは言えないと、これは言ってしまうとダメだから、うわなんだ気になるなそれ、でもあのね、うん、結論から言うとね、うん、その館なくなってるんです、あもう今ない、ね、取り壊されてなくなってるんですね、はい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 、でその大人になってしばらくしてから、うん、その T は友人、僕のもう一人の友人に、うん、その何かあったっていうことを言ってるじゃないですか、うんうん、そのタイミングで初めて言ってきたらしいです、はいはい、それってタイミング的にその洋館が取り壊されて直後なんですよ、なるほど、これ、うん、その洋館が取り壊されるのかなくなるのか分かんないですよ、その女の子の幽霊がその館がなくなるまで言わないでね、そこまでは頼むよっていうことか、だからその時にその友人がポロッと T から実はそのなんか約束みたいなねみたいな、はっきりとは言ってないらしいんですけど、あったよみたいなことは聞いてるらしいんです、いやすげえなこれ、なんだろうね、だそれはね、もう口を割らないです、あなるほど、そうか、今だったらもしかしたら言っても大丈夫なのかもしれないけど、うん、でも怖いよね、怖いですよ言うのはね、うんうん、実際にね、はいはい、その T 本人は鏡の中にね、うん、女の子を見たわけですよ、見て、そっか、そこでもう私の存在は絶対に言うなと、うんうん、勝手なこっちのねあれだけど予想ですけど、でも何々もし言ったら何々弱あったから言わなかった、言えなかったんだろうね、うん、っていうのはね、そこまでふわっとした形ですけど、僕の違う友人が聞いてたっていうので、僕がどんどんしていって、これなんか不思議でしょ、不思議というか、不思議というか珍しいタイプの話ですね、パターンとしてなくないですか、ないですね、あんまりね、だからそのなんだろう、その存在を女の子は、うん、まあ女の子は幽霊じゃんか、多分ね、で家族とかは多分もういないのか分かんないけど、だからもしかしたらその女の子だけ成仏できずに、うん、あ、そうかそうか、そこに残ってしまい、うん、ただ家族との思い出のね、うん、残ってる場所だから、うん、もう人に荒らされたくなかった、壊されたくないと、うん、でバレることによってここが見つかってしまうと取り壊される可能性もあるし、うん、みたいなね、珍しい、すげえワクワクしたんです、その話を聞いて、話を聞いて、たまたま話そうと思ったのがきっかけで、うん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 、そっからどんどんイベントに出るごとになんかこう話が膨らんで、一本に完成したみたいな、ちょっと特殊な話ね、うん、話なんですけど、まあ、それをね、ゴロにだけ聞かせていたというのは、いや、ゴローさんだけに聞かせたわけじゃないじゃないですか、あ、そゴローさんのチャンネルの方にねお届けしたんです、なるほど、でもノブさん結構ほらコラボしてるじゃないですか、してますしてますね、だってそれこそトシボーイズやったしさ、周平、はい、うん、さん周平さんどうなってるのね、はい、そういうところの話っていうのも、うん、ね、あ、そうですね、なんかこっちで別にねコラボ祭りじゃないですけど、コラボで話したらチャンネルでとか言ってね、総集編で、はい、コラボ相手のね、はい、こっちでしてくれた話とかもどんどんね、あ、まとめて、はい、コラボゲスト会みたいなん
だからこれが3、ね、まあ多分3ですよね、はいはいはい、でまだ多分ノブさんがやってない話僕ね一つあるんですよ。何でしょう。一つというかね、お父さん絡みの話全くしてないよね。でこれ私ね、あの第4弾お、僕の大赤身の父の総集編をエピソードまとめちゃって、これ聞きたいわ。それはエピソードダディを楽しみでしょ。期待は膨らむ一方ということで、そうなんですよ、はい、ということでね、今までちょっとね、はい、あの音声が悪かったりした時の話をですね、総集編ということでこう取り直して新規で撮りましたんでね、じゃあこれからもまた総集編もやりますし、そうですね、通常回の方も階段もどんどんそうですね、この話もやっていきます。していきましょう。はい、お願いします。できればね、はい、あの早めにね、あの4万人、5万人とまた生配信やりたいじゃないですか。僕ちょっと聞いたんですよ。なんであの七不思議チャンネルって、うん、7割の人が、70% の人が見てる人でね、うん、見てる人の 70% が、うん、チャンネル登録してないかって。してないかしてないのみたいなんですよ、聞いたんですけど。いや、してください。だから3割の人が登録して今3万何千人になっていただいてるんですよ。7割がしてくれたら 70% してないんで。いや、まあそれだったら結構ね、いろんなお祭りがまたできるので、いや、そうですよ。あの、いつも見てるけど登録してないよって方は、この機会にぜひ登録いただけると、あの、いろいろ助かりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今回は、大赤身信彦の怪談総集編パート3でした。はい、以上でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもこんにちは。こんにちは。奈々ちゃんです。奈々不思議の吉田和夫です。大赤身信彦です。よろしくお願いします。さあ、奈々不思議チャンネル。そうなんですよ。これいつ頃流れてるんですかね。ちょっとね、うん、わかんないですけど、真っ昼間ですね、今ね。あ、そうですね。全然階段を喋るような空気ではない。ないんですけども。僕この前ね、あの心霊ロケの動画を見まして、はいはい、僕の回ね。山頂の神社みたいなところの前で社がね、ありましたね。そこで僕はユーマの話をする、うん、自分で見てて思ったんですけど、うん、風が結構強くなってきたんですけど、はい、フリップめくって、うん、ミネソタアイスマンですって言って出したらゴーって風が来てるの、これ見てみんなミネソタアイスマンが出た直後の風の音半端ないからね、マジで。あれね、霊的なものが、うん、滑ってるね、それかもうふざけんなと思ってるのかな。ここでなんでミネソタアイスマンだよっていう、まあ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 、感じましたね、正直言って。ヤシロ怖かったですからね。怖かったですよね。僕だから背中向けれなかったですからね。あ、こういう感じでやってました。僕はね、完全に向けてたんです。なんかね、後ろからすごい圧感じたんですよ。あれってノブさん撮りました？どこ？ヤシロ、ヤシロ自体で。あ、でもこう登ってる時にちょっとこう、あ、そうだよ。だから今思うと俺ね、うん、ちゃんとなんかその全体像というか、はいはいはい、どういう感じだったのか、うん、ちゃんと鳥居もあるんですよね。そう、なんかね、そうなんですよ、うん、だからあれ、あ、まあまあ今後ね、はい、なんかそういうまた行く時があれば、はい、なんかちゃんとこう撮りたいなっていう、ちょっと自分の中の欲が。初めてやったからね、本当に難かった。もう初めてだから右と左しか分からない状況で。分かっとるな、そいつ分かっとるわ。右と左も分かっとる。左右は分かってる状況で行ったんですね。あの、すみません、これからもね、よろしくお願いしますということなんですけど。今回なんですけども。はいはい。あの総集編をね、いろいろとお届けしてきたんじゃないですか。これまでも。はい。でも今までのって、うん、結局ナナちゃんでやったことがあるものを総集しているものなんで。そうですね。今回は、うん、ちょっと他のチャンネルでやったものとか、例えば僕がイベントでしかやってないような話みたいな。あ、それはいいじゃないですか。なんかこうナナちゃんではやったことがない総集編スペシャルみたいな。なるほど。なんかだから要は、強めのやつってことですね。強めのやつ。大体試合に持っていく。あ、そうですね。ね、うん、いろいろ。まあ、ここでなんか弱いにやってるってわけじゃないでしょ。いや、もちろんそうです。すいません。なんで自分なんで自分で爆弾仕掛けて。マイセルボンバー。何それ、マイセルボンバー。自分で爆弾ってね。スタートした時にね、テッテケテケテケって動画出たよ、またズーンっていきなりね、ハドソンのね、いきなりね、壁と間にね、こう挟まる。最初はね、ここちょっとしか動けないからね。いやだから、聞こえたんだから。まあね、
ね、やってますけどね、はいはい、爆弾で風穴巻いたところで、あ、うまいこと言ったんで流しません。いや、何すっせよ。どう使えよと思って、初心は使っていいですよ。ということで、はいはいはい、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まず私が話させていただくのはですね、はい、うん、あ、お願いします。何すか、あのシャツ、はい、いただきまして、あ、あトムとジェリー可愛らしいですね。視聴者の方からいただきましてですね、あの猫ということで、うんうん、トムと、トムとね、ゼリーですね。いや、ゼリーじゃないでしょ、ジェリーでしょ。トムと粘着質のものってことになる。何その丁寧なボケか、すいません。あの送っていただいた猫シャツ着させていただきます。はいはい、ありがとうございます。ノブさんにはカーディガン、ぜひ。カーディガンってね、むずいですから。あ、そっか。その僕ね、腕短いんですよ。まあ、関係ないこと喋っちゃうんですけど、はいはいはい、腕短いくせに首が太くて肩幅が広いっていうね、腕短い、K1 で不利だね。じゃあ K1 で不利、リーチがね、リーチがボクサー向きではないんですよ。はいはいはい、だからすごい多分難しい。まあ、でもボクサーパンツなんですけどね。いや、ボクサーパンツですけどね、実際僕はこれいいのかな、よくないですよ。5分ぐらい喋ってます。そうですね、すいません本当に。ということで始めていきたいと思います。よろしくお願いします。この話はですね、はい、同期の芸人が、うん、まあ、経験者、それ全然霊感ないらしいんですけど、はい、同期の芸人が実際に体験したことあるんだっていうので提供してくれた話なんですけど、うん、そいつね、まあ、A 君でいいですか。 A 君は、うん、ずっとねバイト長い間レストランでバイトしたんですよ、はい、でしかもね普通のレストランじゃなくて、うん、夜になるとバー形式になるレストランバーってありますよね。知らんでしょ。知らないでしょ。お酒が飲めるようになる。お酒が飲めるような感じでしょ。う、はい、でもレストランバー行ったことないでしょ。来世も行かない。来世も行かない。含めて行かないと思う。来世も人間で生まれると思うなよ。そんな風に言われる筋合いが分かんないんだな。しょうがないけども。ね、はいはい、レストランバーなんですよ。うん、で、昼間はレストランなんで、結構その何ですか、うん、普通のバイトと言いますか。まあ、そのね、はい、定食みたいなのが、うん、ね、ハンバーグ定食みたいなとかこう持ってったりする仕事で、うん、で夜は、うん、スタッフの人数もちょっと絞って、なるほど、まあ、バーカウンターに行ってね、うん、作ったりとかする感じの ね、レッスンでバイトしてたんですけど、はい、で、その芸人 A は昼間主に担当してて、はい、まあ、たまに夜入るのがあったかなみたいな感じ、うん、で店長とねやっぱ長いこと一緒にいてるとすごく仲良くなるらしくて、結構そのね、バイトはね、バイト先の問題とかも結構こう店長が相談してくる、信頼あるみたいな感じになってたんですって。で、ある時にね、相談してたのが、うん、夜のね、バーの時間に働いている、うん、その、まあ、バーテンたちが結構ね、もう失踪するというか、要はあるじゃないですか、バイトとんずら。あ、まあまあ、いや、飛ぶというか急にやめてしまうね。でね、結構真面目なやつもね、うん、飛んじゃったりするんですって、うん、なんか嫌なんだよねみたいな、うん、その夜のやつだけ、昼は大丈夫なのにね、うん、そうそう。でも、まあ、その A が思ったのは、うん、でそのね、夜やる人って、まあ、僕もそうですけどみたいなね、なんかこうミュージシャンのね、卵とか、はい、俳優の卵とかね、まあ、こう我々芸人の卵とか、うん、その何かをしてて副業でみたいな人が多分多いから、うん、多分そういう仕事の方が忙しくなってもう面倒くさくなっちゃったりするんじゃないですか、まあ、みたいなことで言ってて、うん、あ、まあそういうこともあるんだ、まあ、確かにそうだったよなみたいな感じだったんですって。うん、で、そこのバーっていうのが、まあ、地下にあるんですよね、この地下にあって、で結構作り的には、まあ、テーブル席、昼間にね重いんですけど、テーブル席がこうバーってあって、でバーカウンターがちょっと夜はそこが重いなる使われるんですけどみたいな作りなんです、ね、で、ね、実際夜にね、その入ってみたんですって A が、うん、でね A 入ってみて、まあ、でも別にね、その不穏な感じというか何もなくて、あ、なんやったら店長もね、うん、夜はあんま行けへんから結構楽なんですよ。なるほど。これ飛ぶかねみたいな、うん、なんだろうなって思ったんですけど、分からないな。で、ある時に店長がね、ちょっともうその人が変わるようになってきたから、うん、新たにバイトで雇い入れてそのバーカウンターに立たせるよりも、もうその他の店舗、同じ系列の、はいはいはい、同じ系列の店舗からちょっと真面目なやつをちょっとヘルプとして読んでしばらくしのごうかなと思ってんだ、うん、ああそうなんですね。で一人ね、他店舗から真面目なね、
もう将来は自分で、バーを経営してみたいな、修行がてらでそこバイトしてるような子がいて、もう真面目な子でね、はい、その子をちょっとヘルプで呼んだらしいんです。でその子のね、何日か働いて、店長はまた言われたんですけど、あのさ、来てもらってもらった、あの丸々ってやつすげえよかったんだよ、マジで。で、一生懸命働いてくれたんだけど、連絡つかない。おかしいじゃないですか。真面目だった。真面目だった。え、マジですかみたいな。で、その A もね、その何回か挨拶したことあるみたいで、え、あの人が飛びますみたいな感じだったんですよ、正直言われて。なことないですよ。いや、そうなの。じゃあ僕はちょっと夜入ったりしますよみたいな感じで、あの時の店長とその A が夜入ってる時にこう話してて、他のね、夜働いてるバーテンの他のおしゃべるわけじゃないですか。そうだね、その他のバイトのやつが言うんですよ、そういえば、あの他店舗から来た前もあったね、なんかね、しばらくずっとね、当たってた頭痛いって言うんですよ、あ、そうなの、あ、そうなんだ。でもね、なんかね、って、マルマンさんなんですけど、こう、バードの、こう、カップルを買ってきて、あ、買いたいわ、みたいな人のこと言いながら、買ってね、顔見たらね、目ん玉のね、この白いところが、おかしいぐらい充血してたんですよ、はい、って言って、おかしいぐらい充血すること、いや、なんかこう、血管がこう出てるみたいな、血の、なんか、にじみ出るような感じって言ってきたんですよ。A はね、そこでパッと思ったんです。なんでハッと思ったかっていうと、はい、かつてね、我々と同業者の大先輩があって、はい、有名な、ちょっとね、この年半ばで亡くなられた方、はい、いらっしゃるんですよ。わかりました。で、その方なんですけども、笑い芸人でね、はい、この年半ばで、ラジオで仕事した後に家に帰って、で、脳のね、病気を急に、発症させまして、亡くなられた方がいてはるんですけど、はい、その方が、その前のラジオのね、仕事してる時に、全く同じ状況だったんです。目のところに血のね、こうにじみ出るような感じで。前兆そうですね、脳の血管が切れる前兆なんですけど、で、その芸人 A はね、なんだったら、その同じ時期にそれをもう味わってるというか、その状況を見てるから、これやばいじゃないですか、まるまるさんみたいな。で、店長もちょっと慌てて、あ、それだったらやばいです、連絡つかなくて、で、何もここに、そういう亡くなったですとか、そういったような連絡も来てないから、これ、もしかしたら倒れてるかもしれないと。行こうなんですね。で、まあ、仕事を終えて朝一でね、その彼が住んでた丸々さんが住んでたアパート行ったんですって。で、アパート行って、で2階建てのアパートらしくて2階だったらしいんですけど、まあ、普通のねアパートです。で、ドアが開いて、でピンポンピンポンピンポン鳴らしたんですけど、出てこないんです。どん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 出てこないんです。で、パッとね、ちょっとその横の方見たらね、よくお風呂とかの洗面台とかにある窓で、はい、カパッて開く形式の窓あるじゃないですか、上だけが、はいはい、その下から見えないと、うん、ね、入れ替えが、ね、できるような窓が開いてたんです。おう、開いてるぞ、こうかしよう、で出てこないし、開いてるちょっとおかしくない、中覗ってるんです。いや、この体勢だと無理ですよ、まあ、ちょっと肩車するから、お前ちょっと上から覗けるみたいな。で、こういう風に店長肩車して、で、その A、A 君がね、こういう感じで、こう中は覗けないんですけど、ちょっと顔でこういうね、上の様子を伺ってたんですって。めちゃくちゃ臭いんですって。もう何かが腐乱したような、いいような匂いがしてきて。でね、季節的にはちょっと夏も始まる初夏ぐらいの気候がね、やばいんじゃないかっつって、これ店長まずいですよっつって一周がします、マジかどうしようみたいな感じで慌ててて、でいきなり警察呼んでいいのか救急車呼んでいいのかちょっとわからなくてテンパってたんですって。そしたらね、おい何やってんだっつって声かけられて、チャリンコ乗ったね、30代ぐらいの人だったらしいですけど、おい何やってんだって声かけられて、たまたまその声かけてきた人が、そこのアパートの管理人さんの息子さんだったんですよ。ああ、なるほど。で、いや、ちょっとね、今知り合いが連絡つかなくて、家来てみたんですよ。
でね、あのピンポンインターホン鳴らしても出てこないし、うん、その上の窓が開いててめちゃくちゃ臭いんですよ、うん、みたいなことを言ったら、あ、そういうことだったらちょっと鍵持ってきますんで、うん、一緒に行きましょうって、うん、で鍵持ってきてもらって、うん、で3人でね、せーの行きますって言って、うん、行きましょうって鍵開けて、うん、ガチャッと匂いね、自分が鍵開けしてきて、うん、で3人でドア開けて覗いてみたら、うん、玄関ちょっと入った廊下のところに、うん、その丸丸さん、うん、あの来た人がこう椅子に倒れて亡くなってたんです。やっぱ亡くなってたの。亡くなってたんです、うんうんうん、でその亡くなってて、まあ、警察呼んだりしてね、うん、まあ、大変だったねみたいな、うん、で死因はやっぱりその脳のね、うん、急な、うん、病気だったんですって、うん、そんなことあるんだねみたいな感じでね、別の日に店長とかと喋ってて、でも一つ気になるのが、あのね、他の飛んだ人たちいるでしょう、はいはい、他の飛んだやつらもバイト中に決まって言ってたことがあるんですって、うん、頭が痛い、うん、頭痛がする、うん、みんな決まって頭痛がするんですよ、うん、そこが気になりだして、これちょっとなんかこう確証を得ないの、うん、すごいこのままだと嫌だなって、うん、今後も ねちょっと気持ち悪いじゃないですか、うん、だからちょっとまあ実験じゃないですけど、ちょっと俺と一緒にさっつって A もよあの夜のバイトをバーテンとしてしばらくちょっと働いてくれ、なるほど、分かりましたっつって、うん、やりましょうっつって、である時に A がねバーカウンターを働いて、はい、カップ作ったんですよ。でね、なんかね気持ち悪いんですって、うん、今までそんなことなかったのに、昼間働いててもなかったで、うん、バーカウンター入った時だけ気持ち悪いんですって、うん、何やろうな、パッて前見たらね、うん、鏡があるんですって。よくバーとかってこう鏡張りになってたりする、あ、ありますね、あるは知らないでしょ、わかりますこんな鏡でなっててね、で鏡になってて一個思ったのが、合わせ鏡になってるんですって。おー、この後ろもね鏡なんですよ。なんだ、で合わせ鏡になってるパターンで、うん、たまにこの、 あの鏡と鏡こう一枚じゃなくて、はい、こうね、つなぎ合わせたこのつなぎ目があるパターンあるじゃないですか。ああ、ね、自分がね、このバーテンの人がバーカウンター入ってカクテル作るポジションってちょうどその境目だったんですって、鏡で。で合わせ鏡になってるもんだから、このつなぎ目のところで何重にもなって自分が映ってる姿が見えるんですって。で、あ、これか気持ち悪いのって気づいて、うんうん、でこういうちょうど立ってる時ってこの自分のね、ここにこうつなぎ目がある状態で、ここがちょっとずれ出してるんですって。っていうのを気づいたら、どん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 頭痛くなってきたんですって。で、店長分かりましたと、これが原因です多分ですって。で、店長もね、もうこんなこともあってあれだからっていうので、まあそこのね、鏡を撤去するようにしばらくしたらしたんですって。そしたら何もなくなったと。へえ、そうなんだ。だからもうそのね、作り的にそういう合わせ鏡になってたりとか、そういう場所でね、もし今後働く可能性がある場合、ちょっとね注意していただきたいな話なんですけど、合わせ鏡のお話っていうのはね、結構この階段の中でありますけど、先生としてはベターですからね。鏡と鏡のそのつなぎ目っていうのがまたちょっとそうですね、人間をちょっと分断するようなところにこういう線があって、そこで何重にもね、確かに ねちょっとずれですよね。そうだよね、うん、これはちょっと怖いよね。なんかね、で完全な鏡じゃないんですって、うん、後ろバーテンの後ろは、あの食器入れあるでしょ、食器入れの、はいはい、その中があんまり見えないようにしてあるのが、ちょっとその鏡みたいになってて反射してっていう、だからよりちょっと異空間になったんです。だから特殊なケースだよ、完全なものじゃないけど、なんか合わさるものがあってみたいな。だから偶然がそういう不幸を呼んでしまったパターンとしては、ちょっと経路が違う話で。なるほど。まさかが今日。そうなんですよ。これはちょっと BB 五郎さんチャンネルでやらせていただいた話ですね。五郎だけが聞いたんだ。出た。出た。それ何でしたっけ？オカメ五郎。オカルト乙女五郎。久しぶりに発動しましたけど。略して。オカメ五郎がやっぱり出てきますね。さあ、こんな感じで、そうなんですよ、周辺をお届けしていきたいと思うんですけども、はいはい、これじゃもう一つね、もう一つじゃあ続けていきたいと思いますけど、これもね、うん、芸人ってね結構やっぱおるんですよ、
この経験者恐怖体験とかね、うんうん、であの1個しかないんですけどいいですかみたいな、はい、その1個が怖かったりするんで、確かにそのパターン だいたい1個はあるよ、あるんですよ、とりあえずよく分かんない話、そうそうそう、だからそれを仕事につなげようとしてないからはいただけたりするんでね、あ、まあそうですね、まあ、ありがたいっちゃありがたいんですけど、はい、ある女芸人がですね、はいはい、経験した話なんですけども、うん、これね生配信の時にちょろっとやった話でもあるんですけども、うん、ある時ですよ、その女芸人がバイトしててね、でそのバイト先に、いてる男性、うん、まあ、年の子でいうとちょい上ぐらいのね、その女芸人からすると、うん、ちょっと上の、ね、バイト、うん、バイトの人、男性の人が、はい、あんま話したことなかったんですけど、うん、まあ、休憩のタイミングが一緒になったかなんかで結構喋るようになってたら、うん、結構なんかねグイグイ来るような感じだったんです。別にね、見た目はそんなね、イケイケな感じでもなくて、普通のね、うん、普通の人なんですけど、結構グイグイ来て、で、あー、あのさ、つって、何々ちゃんさ、つって、前から気になってんだけどさ、結構霊感強いよね、みたいな感じで来るんですって。で、その女芸人は、そういうスピリチュアルなこと、結構興味があって、なるほど、知り合いの、そういうスピリチュアル系の女芸人とかと結構仲良くしてました、はいはいはい、言ってるじゃないですか、占い好きな女芸人いますよね、まあ、女性は、いやみんな好きでしょ、占い好きってありますけどね、やっぱでね、さんでもの自分がこういう仕事してるもんだから、うんうん、ちょっとでもね、そういうね、はいはい、スピリチュアルなものに頼りたくなるの分かりますけど、女は行きたいってあるでしょ、うん、でね、あ、興味あるんで、そうなんですか、私結構そういうのってあれですよ、言ったりしてないんですけど、なんで分かったんですか、うん、いやなんか俺ちょっとしたそういう力があったりするんだよみたいな、うん、なんかちょっと変なんですって、うん、力が、うん、言うんですって、うん、と思って、何かなと思って、で、一個ね、その女芸人の中で引っかかってるところがあって、うん、その女芸人、実は事故物件住んでるんですよ、お、事故物件に住んでて、格安だからっていうので、はい、なるほど、で事故物件住んでて、うん、もしかするとその事故物件に住んでるっていうのを他のルートから聞いて、うん、で自分との距離を詰めるためになんか一個の話の糸口としてねフックとして言ってきたんじゃないのかな、うん、みたいな感じでちょっとうがった目でね、はい、見てたんですって本当か、うん、いやでも、まあ、でも、まあ、言ったんですってそこで、うん、私事故物件住んでるんですけどなんかそういうのも関係してるんですかね、うん、もしかしたら引き寄せられてるかもしれないなみたいな、何それっぽいことを言うなとあそうですかってなって、うん、でもまあまあまあそういう風にアドバイス的なことを言ってくれてるからちょっと注意した方がいいよみたいな話にまでなって、うん、でこういうアドバイス的なことを言ってくれてるもんだからそうなんですかみたいな感じで適当にあしらわずに結構喋ってみたんですって、うん、だからね最終的にあのさっつって、まるまるちゃんさ蛇ついてんだよね。蛇って言うんですって。蛇、うん、蛇がついてる、うん。だからちょっとその蛇を払わないと今後うまくいかないよみたいな。うん、でなんかね今度僕いいとこは知ってるからさつって、うん、今度一緒にみたいな話になってくるんですって。すごいデートの誘い。え？デートなのかもよくある。変でしょ、うん、そんなね払えるとこあるから行こうよ誘い方するみたいな、うん、払えるとことか知らないですよ、うん、なんかそこまでの話を聞いて、はいはいはい、でなんかそんな話をしてくるから気持ち悪ってなる、ね、そりゃそうでしょでね、うん、知り合いの女芸人で、うん、そのスピリチュアルの詳しい女芸人がいてるらしくて、うんうん、そいつにねお茶してる時に言ったんです、うん、先に好きでなんか変なやついるんだよって、うん、なんか蛇ついてるって言われたんだけど、うん、なんかでそいつが曰くなんか霊感が強くてみたいなことすごい言ってくるんだけど、うん、どうやってあしらえばいいかなみたいな話で、はい、あそうなのみたいな、いきなり蛇つくみたいなこと言ってきたの、うん、ちょっとなんか気持ち悪いね、ちょっと私の、知り合いの霊能者が、いてて、で、その人は相談料とかもいらないから、なるほど、常に霊視ができるタイプ の、うん、その霊能者で、友人とか家族とか困った人助けてるような人だから、うん、その人にちょっと合わせてあげるよみたいな、一回じゃあ見てもらったら、ね、ちょっと相談してみない、うん、みたいな、本当に蛇ついてたらそいつの言ってたこともね、なるほど、ね、正しいこと、はいはい、まあまあいろいろとスッキリするから行こうよって、うん、で霊能者の人と会ってみたんですって、うん、でその霊能者の人、女性だったかな、どっちか忘れたんですけど、うん、霊能者の人とこうサテンでね、こう待ち合わせして会った時に、うん、なんかねジロジロこう見てるんですって、
そのレノじゃないか、あどうもみたいな感じで挨拶しながらここを見てるんですって。はやぶさがねよくしません、喋ってる時にちょっと違うところを見る。ぶっさん結構どこ見てるか分かんないでしょ。そう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 、あれ怖いすごい分かった。横でなんかさあのアドバイスっていうか7時にしてくれてる。でも目線とこが結構こっちとか行ってるから、そうなんですよ。あじゃあなんか見てんのかなとか思うとね、あの目怖いわあれをねしながら挨拶してくるんですって、ちょっとこういう感じで怖いねみたいな。で、あのこうこうこうでこういう感じでみたいな、さっき話したことをね全部言ってみたんですって、はい、したら、あーはい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 、なるほどね、そういうことなんだみたいなこと言い出して、うん、あのさ、つって、うん、ヘビついてるって言われたんでしょつって、あーそれね、多分ね、その男にヘビついてるよって言って、気持ち悪っ。あの今実際君の後ろについてんの、うん、その言ってきた男の生き霊だから怖そいつがついてんのかいと、うん、で理由は分かんないです、理由は分かんないですけど、はいはい、その男のについてる蛇が、うん、その蛇ついてるでしょって言わしてるんですって。すごい話ですよね。だから分かんないですけど、その女性にこのついてる蛇が映りたかったのか、なんかいろいろと理由はそこまで霊能者にも分かんないですけど、うん、いや生き霊が今実際ついてるから、うん、ちょっとその生き霊をついてこさせないようにしないといけないなみたいな感じで言ってて、うんうん、でね、生き霊が来なくなるにはもうね、会わなくなっても飛んできたりもするもんだから、はい、もうなんかね機会があった時にはっきりとね、強く言うか、縁を切るような感じに持っていくか、うん、のバイト先辞めて忘れさせないといけないよみたいな。難しいよな、でもそれもな、ね、でももういろいろと面倒くさいから、うん、まあそのね、女芸人はバイト辞めて、うん、で、なんだったらその後にね、会った時に言ったんですけど、縁切神社とかも行ったらしいですよ、ね、あそうなんで、うまいこと言って縁は切れたらしいんですけど、うん、このパターンもちょっと特殊じゃないですか。だからその、行ってきたやつについてた上に、うん、そいつに動かされてたみたいなことです。東野圭吾みたいなトリックじゃないあ売れるね。いや売れます。だってこの話ヘビがあなたについてるよって言ってきたやつの後ろについてそっちに動かされてたってことですね。そうなんです。怖いわ。先からデシュネとかばっかりですよ。こういうのがね、今日はね甘えていい日いやないわそんな手帳に書いてある。書いてあるの甘えていい日が1日1回だけはね、今日たまたま今日それが当たってしまったんで。きっしょいな。えこんな曲げてできる？ピエン。ピエンって言うな。まあね、こういうパターンもありつつですよ。で、ノブさんが今、何ですか？大きく打ち込む前に、俺一回ピエンって言ったの、消されてるから、一回これ。で、二度目のピエンだったから、でかくてね。さあ、水だ。ああ、ここ疲れるのかな、水のシーン。水飲むんすよ、すぐ。水飲みますね。あ、俺自分のやつ持ってる。いいんですよ、こういうね、ストロークというか、こういう水ですよ。水をね、飲んでくださいよね。はい、いただきます。出た！甘い炭酸。出た、その飲み方。どこがおかしいんだよ、今の。え？いや、唇、唇よ、唇。あ、そうなの？ちょっとやってみてください。タコみたいな。一緒じゃん、俺と。全部つけてるんですよ。よりやん。そういうことかね。ここね。いやいやいや、2本来ましたが、3本分いっちゃいます。はいはい、ぜひぜひ。まあ、これ結構ね、いろんなイベントが話してるんですけど、うん、覚えてます？僕が先輩芸人と怪談ライブしてた話。10年ぐらい。ああ、覚えてますよ。1回だけね、1回だけ。出た。1本の話を。朝ヶ谷にね、朝ヶ谷です。うん。で阿佐ヶ谷のね、はい、まあ、別にこれもその場所でも言ってるんで場所行っちゃって今いいと思うんですけど、はい、阿佐ヶ谷ロフトというね、行きましたね、ロフトの場所がありまして、そこで怪談ライブを我々やってまして、やってましたよね、ずっとやってましたよね、結構やってましたね、1年ぐらいやってたのかな、もっとじゃないですか、もっと、うん、なので何回かやってて、でその第1回目で、うん、結構その当時だと怪談ライブみたいなのってあんまなくて、芸人がやるパターン、うん、いわゆる先駆者に近いんだよね。そうなの。で、そのイベントに後々聞いたんですけど、うん、イタコ28号さんとか客で来てたらしいです。イタコさんが、イタコさんが客に来てて、うわ、こういうの面白いんだなって思ったらしいです。あ、面白いこと好きそうだもんね、イタコさんはね。そういうイベントを僕やってまして、はい、その当時一緒にやってた先輩がね、うん、
まあ、体験した話をその会場でした時にあることが起きて、その後チケットがめっちゃ売れたっていう伝説の回があるんですけど、はい、その回でね、みんな手探り状態だったんです、イベント一発目なんで、うん、で、その当時オカルトファンよりも何だったらお笑いファンの方が結構見に来てくれて、うん、各々のね芸人たちばっかりなんで、そうですね、芸人ばっかりで、壇上に6、7人の芸人が並んでこんな感じのろうそく、本当のろうそくをこう立てて、はい、でその会場っていうのがお客さんの席が丸テーブルがあって、丸テーブルの周りに椅子が4脚ぐらいね、うん、3つ4つ、うん、こうあって、で料理があって、まあお酒も飲めるみたいな形式なんですね、はい、でそこでやってて、で僕と一緒にやってたその先輩っていうのは結構ね霊感強い人で、うん、いろんな経験してる人なんですけど、その人が、うん、とっておきの話をしたんですよ。ほうほう。でそのとっておきの話っていうのが、まあ、その人の持ちネタなんで言わないですけども、うん、まあ、オチだけ言うと、うん、まあ、その自分がお付き合いしてた彼女が、うん、ストーカーみたいな感じになって、はい、その生き霊を飛ばしてくるんだけど、普通に飛ばしてくるんじゃなくて、うん、SNS 上に生き霊が飛んでくるっていう話なんですよ。すごい話ですね。そこまでなんていうのできるもんなのかな。明らかに、ね、うん、最初は投稿した時に映ってなかったのに、うん、その女性が後々掲載したアップした写真に映り込んでたりする。怖っ。できんだ。いや知らん。できるかどうかは。できるんだってか、なんかすごいね。っていうね、うん、話をしとって、でオチのとこですよ。今の、うん、元カノだったんですよー、わーで、わーってなるじゃないですか、ね、みたいなのが定番なんですけど、キャ、うん、ーって悲鳴が起きたんです、うん、おかしいじゃないですか、そんな急な悲鳴、うん、そういう話でもないよね、うん、イベント見に来てて、はい、そんなキャーってないじゃないですか、お化け屋敷のリアクション、そう、それってゴキブリ見た時とかの、ね、そうそうリアクション、まあまあまあ、ゴキブリみたいな芸人はノブいましたよ、ガキ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 、俺が悪かった、あ、すいません、僕が悪いんです、あとで殺しときます、やめろ、殺す、はい、ジェットをかけるみたいな、でね、キャーってなって、へーみたいになって、みんな慌てて、やばいやばい、何今の悲鳴みたいになって、うわーって騒然となったんですよ、はい、そしたらそのキャーって悲鳴が起きたテーブルのね、はい、上にその時って壇上にはろうそくを置いてあるんですけど、うん、そのお客さんの丸テーブルの上にもぶっといろうそくを立てとったんですよ、なるほど、で照明を落としてたんですけど、うん、その灰皿だけだとダメだ、あ、違う、そのろうそくだけだとダメだから、うんうん、そのろうそくの下に分厚い灰皿、わかります？わかりますよ、ガラス製の、はい、ね、どついたらね、怪我するやつね、まあまあ、そう、牢が垂れちゃうからね、そう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 、受け皿みたいなもんでね、そうそうそう、あれって、うん、もうイメージでいいんですけど、はい、絶対割れないでしょ、耐熱性もあるし、あれはだって殺人事件のためにドンキですからね、あるのは、はい、がね、はい、そのキャーって悲鳴を起こしたテーブルの上にあるその灰皿が綺麗に亀裂入ってパカッと割れてるんですよ、あ、そう、落ちのところ、おー、マジで怖いなってなって、すごいっすわね、そんなことあるかねみたいになって、なんかこういう感じの空気の時に盛り上がったんですよ、うん、そうですよ、それはで、それが箔がついてどん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 お客さんが増えていったんですけど、なるほどね、その悲鳴が起きた後に違う芸人が喋ってるんです、僕の隣にその先輩がおったんですけど、うん、こうやって袖引っ張ってくるんですよ、ね、もうお客さんにはバレないように、ん、こう引っ張ってくる、なんすかなんすか、こう耳打ちしてみて、うん、でもさ、さっき悲鳴を起きたテーブルあったでしょ、テーブル、今女性何人いるんですか、うん、何人ってどういうことですか、うん、か今何人見えるんですか、うん、4人ですよ、4人かのさ、その4人のうちの1人さ、ちょっとなんか大きめの黒い帽子、ちょっと目深にかぶってるやついるでしょ、あ、いますね、あれさ、さっきの話の元カノなんだよ、おー、ってなって、怖で、うん、これね、生きてるパターンも、生きてるパターンっていうか、実際に来てるパターンも怖いですし、怖いね、生き量パターンでも怖いじゃないですか、あ、両方だね、で、そのね、先輩が言うには、うん、ロブさ、どっちだと思うって言うんですよ、いや、わかるよ、判別難しくね、どっちかっていうのは、僕ね、霊感あるし、僕が
まあ、見えてるっていうのはどっちともつかないですよっつって、うん、まあまあそうだよなっつって、も俺も見えてんだよ今っつって、うん、あれ生きてたら超やだ、あの、いや生き量パターンで、うん、あの着せてもやだし、うん、あの実際に着ててももうマジ怖いよなみたいな感じだ、だって自分の話をそいつはされてる、そう聞いてるわけです、そうこれ怖いよねっていうか嫌だよね、なんか嫌です、うん、で休憩入ったんです、はい、で休憩入ってどうもありがとうございました休憩でーすって楽屋戻ろうとした時にパッて見たらその女性いなかったんです、いないですよ、うん、これちょっと調べようよっつって、はいはい、で、チケットもねこう入ってくる半券でこうねチェックできるから、なるほど、チケットの枚数を僕らメモしといて、うん、で実際に休憩明けで喋った時に人数数えてみたらぴったり一致したんですよ、そうなんだ、だからぴったり一致するってことは、うんうん、今いてなくてもいないんで、うん、さっきのは生き量だったんじゃない、うん、みたいになったんですけど、うん、未だにどっちか分かんなくて、っていうねことがありました。その後チケットがどんどん売れたっていう、気持ちの悪い、これ嫌じゃないですか、だから本当のストーカーで、なんか執着があるから来てたとしたら、うん、何私の話をこんなイベントでして許さないわってよりね、そのいろいろね、うん、なるでしょうし、まあ、だからそのでも1回目でそういう出来事がね本当にあって、うん、でそれってさ、うん、いわゆる割れるように作ってあったりとかだったら、まあまあ良くないじゃないですか、わざとね、うん、吐くつかせるために、つかせるために、じゃあ何ですか、そうじゃないんですよ、それはなぜかというと僕はこのイベントで見てるんです、ね、ゲストでノブちゃんに、ね、当時まあ別々のコンビの時に、はいはいはい、まあ、俺もおかずが好きなのノブは知ってたから、ね、読んでくれて、その時ね、はい、1本だけねお話ししたんです、話せるね、話がある、で僕そのキャーって言った女の子のたちのよちょうど結構近い位置で俺聞いてたの、はい、で割れてる、なんだでしょう、うわ本当だってなって、ね、でノブに後でね、あれよかなんかあった、そういう風にしてあったの、してない、受け入れの匂いがする、そうあれはすごかったですよ、ねえ、うん、ちょっとテレなんか新聞とか取り上げてもいいぐらいいいレベルでしたよ、びっくり事件でしたよ、本当に今だったら、うん、大ニュースとかね広がったねえかな、なるレベルのねインパクト、11年ぐらい前だから、ね、まだねそういうインターネットもねそこまでね、なんかツイッターもそうでもなかった、うん、そうですね、うん、っていうような話がね、まあ、今のところ3本ぐらいですかさせていただきまして、僕もですね、他のチャンネルでちょっとお話ししたこととかをここでも話したいな、はい、なるほどね、いいんじゃないですか、ものがありまして、で前吉田会長に来ていただいた時あったじゃない、吉田裕樹さん、はい、吉田さんね、はい、で吉田さんもムーで執筆されてるんですけど、はい、その中で吉田会長が取り上げてたね、去年の夏ぐらいだったと思うんですけど、禁足地のお話がようやってありますね、ありまして、うん、で僕の家の近くにもですね、はい、禁足地というものがあるんですね、そうなんですね、で、はいはい、僕が住んでる、まあ、実家住んでるんですけど、はいはいはい、その家の近くに昔から木がありまして、はい、その木は蹴ったりとか、うん、なんつうの、傷つけたりしちゃダメって言われてたの、わーとかやったらダメ、ダメダメダメ、ミキをこう、絶対ダメダメなんですね、俺じいちゃんばあちゃんとあと隣にアパートがあってそこに住んでるおじちゃんおばちゃんとかもそのことをすごくいつも俺とか兄貴が小さい頃から、はいはい、家の近くの何々公園の近くの、はい、あそこ角のところあるでしょっつって、道路をねあれしてるとこ、あそこの木は絶対ダメだよ、で、あそこにあるものとかも石とかもあんまり持ってこない方がいいよって、ね、でそれが何かっていうと、第六天の社と森なんですよ、うん、で第六天ってまず何ってことなんですけど、第六天魔王っていうものを信長、信長や、そうなんです我こそ第六天魔王なり、信長じゃないですか、織田信長が言った、第六天魔王って何かっていうと、いわゆる宗教的なものなんですけど、仏教との対極をなす考え方なんです、なるほど、で仏教ってつつましく人間は生きなさいと、はい、そういう感じの教えを説いてるんですけど、はい、それと真逆なの、だからどっちかというといや煩悩があっていいじゃないかと、そうそう、欲があって現世は楽しんで生きるものですよっていう、欲望のままに生きちゃいなよっていう精神、そう
そういう競技を解いたのが第六天魔王だった。いいですね。で、毘沙門天とか、武田信玄とか上杉謙信っていうのはそういう神様の方、我々は上杉謙信は特に毘沙門天なんですけど、だそういうものに対抗したいがために信長は第六天の名前を使ったって言われてるんですね。なるほどね。いや負けるか、はいはい、こっちはもうやりたいようにやる欲望のままだ。そう、それが信長が信仰したのが第六天魔王、はい、でその第六天魔王っていうものを守る社、うん、でその社の近くに森があって、それがね僕の家の近くにね結構いくつか点在してたらしいんですよ。あ、今はそうでもない。今はね、その要は社っていうのは取り除かれて他に移されてしまったりしてる、はいはいはい、で、なんでそれが移されてしまってるかっていうと、うん、僕の家の近くに一番近くにあるその第六天の1個目の社、うん、これは1964年に東京オリンピックが第1回目のね、はい、それこそやるってなった時に区画整理どうしても道を作んなきゃいけなかったんですよ、はい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 、まあ、交通の便を良くするために道路をさっと作りたかったんですけど、その道路を作りたい真ん中にいわゆる第六天の社と森があったんですよ。あ、なるほどね。だからまずじゃあ社は移しちゃう、社を移しました、移しました。でそしてその後に森がある、はい、木がいっぱいあるから、はい、ここも道路にしたいっていうことで、じゃあでっかい木どかすぞって言って工事が始まったら、うん、工事にあった人がやっぱみんな怪我をする。お、嫌ですね。そうなんです。死人が出るな、うん、相次いで、あ、これちょっとまずいんじゃないか、はいはいはい、でよくよく調べると第六天のに関わるものであるということが分かったんで、うん、手がつけられない、はい、でも道路は作んなきゃいけないっていうことで木のこしで道路を作ってあるんですよ、うん、ほうほうほう、なるほど。で、これ実際僕の携帯の画像に残ってるんで、うん、実際この総集編流すときには、はい、その画像をここにバーンと出しますけど、はい、実際そのね、すごい変な形で Google マップとかでも調べると変な形で作られてるんですよ。どういう感じなんですか。まっすぐ作ればいいのに木が真ん中にあるからこう作られてる。おお、なるほど。その木をね、加工用に、うん、まあいけるね、こういけんのにこうなっちゃってるっていう変なところ、はいはいはい、だから地元ではそれはすごく有名なところなんですよ、うん、で昔からだからそういう触ったりすると良くないことがあるから数絶対触っちゃダメだよって言われて、うん、でその他にもですね、はい、もうちょっとね数百メートルぐらいそこ直線で公園側の方に行くとですね、はい、そこにも第六天の森と社、まあ、点在してたんで、おうおうおう、2つ目のところがあったんですよ、はい、でもそれももう社はどかされて別のとこで行っちゃってます、うん、で別のとこって言ってもね近くなんだけど、うん、めっちゃ目立たないところ、人目に触れないよ、触れない、地元の人なら知ってるんですよ、うん、だけどそれが何であるかはみんな知らない、うん、あ、なるほど。で俺の母親とかも、はい、あそこってカスト何なのあそこって、うんうん、知ってる。いやでもあそこの、まあ、三角巣みたいなとこなんだけど、うん、なんか変なね祠みたいなのあるけど、うん、あそっか、確かに地元に住んでる人からするしてもこういう感覚だなみたいな追いやられ方をしてしまってるんですよ、はいはいはい、でその近くにあった森の木とかも切られてしまって、うん、でその近くにはね森だけじゃなくて古墳っていうのもあったんですよ、でそこも道路を作ろうとして古墳が見つかったんですけど、うん、でその道路もなぜ作ろうとしたかっていうと、またこれも東京オリンピックなんですよ。お、2020年に本当は東京オリンピックが開催される予定だったんですよね、ですね。でその前段階として2012年から東京都で始まっていた東京ジャンクション計画とかがありまして、東名高速と、外環道をつなぐとそういう計画があったんです、はい、でその東京オリンピックが2020年にあるからそれに着工を急ぐためにもうこの道路を作んなきゃいけない、で古墳が見つかったけど、うん、いやいやけもう農家が見つかないと、じゃあいいんだよ、え、地元の人とかもね、古墳が見つかって歴史的に価値のあるものだから残しましょうって地元の人たちは言ったんですけど、はいはい、いやじゃあとりあえず20個見つかったんですよ、お古墳は。お20基のその要は亡くなった人の昔の人のお墓ね、はい、1個残すから19個潰しましょう、そう、そうだから1個だけその道路の計画が出ないようなところのを残してもう全部潰しちゃってる、はいはいはい、だから要は昔の人のお墓、うん、そして第六天のその社とか森もないがしろにされてしまう、なるほどね、じゃあこの畳はどうなんだってなってくると、うん、じゃあこの2020年ね、はい、東京オリンピックが開催できたかっていうと開催もできていないな、できてないですね。2021年もまあこれ今ね撮っての3月ですけど、はい、できるのはどうかもちょっと定かではない、まあ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 、まあ
そしてまず東京ジャンクション計画っていうのもできるはずだったのが、もう計器も遅れている、頓挫はしてない、頓挫はしてない、進んではいるんですけど遅れてしまっている。だからそういう部分を、まあ、いわゆるたたりとしてね、結びつける考え方もある。でいわゆる古墳っていうものは亡くなった人が眠っていたところです、はい、誰かが起きてしまった可能性もある。ここで僕がこのね古墳とか第六殿の社の近くで僕アルバイトしてたんです、はいはいはい、コンビニエンスストアで夜働いていて、 3F ね、あすぐ分かっちゃうあそこだな、そこしかないし本当にね、そうなんですけど夜ね、その 3F 時代の写真僕持ってるんで後で送っときますね。なぜ 3F 時代の写真も持たれてんのか、これ出すのそれじゃやめてよそれ、待っていいよ、じゃあ笑って、はい、じゃあそう今出てるからね、はいはい、でその時にですね、はい、深夜2時ぐらいに、はい、まあ、雨がすごい降ってて、はい、人来ないんですよ、はい、でほとんど来ないからレジで、あ今日楽だなと思ったら、うん、ピンポン、はい、まあ要は来店のチャイ、はい、あ誰か来ちゃったって言うから、はい、女の人なんですよ、自分の連絡サダコに垂らした人がびっしゃびしゃびっしゃびしゃ、もう傘差しない、いややべえやったと思って、それはまあですね、でレジに来るんですよ、でレジに真っ先に来るってことは大体タバコ、あと公共料金、あとトイレ貸してください、その3つなんで、うわどっちにしても絡みがあるとしゃべらなかった、やべえと思ったら来て、いらっしゃいませって言ったら、すいませんって顔見えないんですよ、もうこの状態なんですよ、この辺にお地蔵様ってありますかって聞かれて、深夜2時ですよ、怖っ、店内誰もいなかったんで、でワンオペなんで俺1人なんで、でえっと思って、でも最初はね怖いと思わなかった、意味が分かんなくて、意味分かんない、いきなりね、お地蔵様、あそういえば、まあ、確かに近くに神社があって、六地蔵があるって、ね、あっ多分そこを植えたところの何々寺っていうところに、あありますけどって言ったら、あ分かりましたって言って、あのまたお店の外に普通に出てる、でもう要はそれでおしまいの話だって、だけど反応はしてるんですか、自動扉とか、自動扉とか反応、そうそう、それが入ってった、はい、あ、あれ当時あれだわ、あれだ、もう押すやつ、押して出てたんですか、押して出てた、そう、ピンポンってなるけど、そう、人間なのかな、そう、それがよくわかんないんだけど、で、後で思って、あ、怖ってなって、同僚の働いてたやつとかにね、あの次の日とかに、気もさ、吉田さん、それ多分幽霊なんじゃないですかって言われて、おそっか、俺普通の人だと思ってたけど、深夜2時に地蔵探しに来るって正気の沙汰だねえなって、そうですね、でちょうどその頃っていうのがその古墳が見つかったり云々が古墳壊されたりとかね、あった頃と時期が一致してたから、なるほどね、あれじゃあもしかしたらそうだったのかなっていう可能性もある、だからそこから、まあ、なんていうの、昔の古墳が壊されたからその幽霊が出てきたっていう考え方があったかどうか分かんないけど、その第六殿の社とか森、あと世田谷区の某地区の近くでは、今もよくわからないものが夜中にさまよっている可能性がありますと。深夜の2時に地蔵を探してみたいなね、そんなもう幽霊か都市ボーイズ早瀬かの二択ですからね、なんか早瀬くんだとわかるじゃないですか、夜中徘徊しますからね、ね、起きそうだもんね本当にそういう感じなんで、それでボーイズじゃなくてガールズだったのに、なるほど、ボーイズじゃないですね、女性だったんですよ、でもね、今思うと全然思い出せないんです、全然って今日甘いから甘い一日にね、一日に月1回甘いから月ってわざとじゃないんだって、俺さっきネタポッパだからさ、なんかいやネタポッパとかでええんです言わなくてそうなんですよ、だからあのね、あ、これ俺他のチャンネルっていうか自分たちの通常会で喋ろうかなと思ってお話でもあるんですけど、昔からキツネとかタヌキ、コリの類とか言うんですけど、コリの類が化けたものってね、あの着ていたものが記憶に残らないってよく言われるんですよ、そう、例えばキツネとかタヌキがなんか女の人に化けて現れたりとか、でそういうのとなんか会話とか絡みとかあると、でも後々考えてみるとあいつどんな服着てたっけってなるのが昔の怪談とかすごい多いんですよ、だからね、そういうの言うとなんかでもキツネかタヌキとか思っちゃうけど、なんかいろんな考え方ができる話だなっていう、なるほどねっていうお話でございます、があります、はい、なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあ最後、はい、この話はちょっと長いんですよ、ほう、で僕の、
やってたバイト先の同僚の人がね、うん、話してくれたんですけど、はい、僕がこういうオカルトに携わってるっていうのをつけて、うん、でその人がちょっと若見さんこう、まあ、お渡ししようと思った話があるんですみたいな提供したいんですけど、ちょっと僕の奥さんの方の実家のちょっと遠い親戚の話なんで、遠いな、僕もちょっとその一回まとめてくるんで、嫁に許可取って、なるほど、ちょっとあの話して、うん、あのうまくそのこうお別れさんに渡していいってなったら使ってくださいよっていう話を、ね、なるほど、もらったんで、うん、まあいろんなところでやったんですけど、はい、ちょっとその話させて、あ、ぜひぜひ。で、その僕の知り合いの人の奥さんのお兄さん、うん、奥さんのお兄さん、はい、の話なんです。はい、で、まあ、A さんにしておきます、うん、でその A さんが主人公ですね、うんうん、で A さんの話なんですけど、 A さんの実家、うんうん、だからこう、まあ、僕の知り合いの奥さんのお兄さん、お兄さんだから実家でもあるんです。そうだよね。でも実家なんですけど、うん、ひいじいさんのもう一個上なんて言うんですか、ひいひいじいさんでいいんですか。いや、カラフムチョみたいなカラフムチョの異性版みたいになってきちゃうけど、曽祖父がひいじいさんですよね。そう、でもなんかね、もうとにかく、とにかく一番偉いじいさんがいてたんです。うわ、まとめたな。はい、じゃあそうしよう。で、その田舎がね、場所はまあ特定されてしまうのであれですけど、ナッケンとだけ言っときましょう。奈良、はい、うん、奈良なんですよ。で、奈良の吉野川っていうか、 ありますね、うん、で、その吉野川に、つながるように滝野川っていう川がね、あるらしいんですけど、まあその辺っていうことだけにしておきます、うん、で、そこにまあ田舎があって、うん、で、家族、まあ、親類みんなね、うん、結構大阪に出たりとか東京出たりとか、うん、まあ、まあ広島だなんかで行ってて、うん、でこう付き合ったんで、結局、うん、OG と呼ばれる、うん、弱い90を迎える一番偉いおじいさんって言いました、うん、OG がその田舎で一人でね、うん、家を守ってたんです、うん、住まれてたんですって、すごいね。で、まあね、その変なんですけど、熊野古道って分かります？はい、熊野神社、和歌山にある熊野神社に、はい、向かって伸びるいろいろなこう道がありまして、うんうんうん、そのルートの一つがその家の近くにあったんですって、はい、で、この名前もあるんですけどちょっと伏せますね、うん、で、その熊野神社のルートでもあるわけだから、うんうん、よくね、修験道、修行の方とかがこう修行をするときにそこから入っていったりするから、なるほど、結構頻繁にね、そういうの見かけたりもしたんです。はい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 、実際とかで、まあ、A さんがね、うん、2つぐらい、うん、そうちょっと不思議だなと思ったことがあるらしくて、うん、まず一つがですね、うん、まあ、OG、自分が子供の A さんが子供の時なんで、OG もね、まだその OG がね、僕アルファベットに聞こえてしまうんですけど、ね、O の G でね、OB がやってきたみたいなのがあるじゃん、なんかその偉い人がね、 OG の時はテロップ入れましょう、 OG さんの時ね、なんか変な気がしちゃうとあれになっちゃうね。で、A さんが子供の頃なんですけど、夜中にね、ピンポン、インターホン鳴らされて、で、家族の人がね、玄関に行ったんですよ。そしたら、その玄関のところに立ってた人が、修験者の方なんですね。夜中来たの、わかります？釈上の。釈上ね。シャンシャンシャン。カラスみたいな。はいはいはい。修験者の方が。で、修験者の方の時は、この辺りに良くない気が非常に漂っていて、怖っ、私ちょっと修行の身ではあるんですけども、おうおう、ちょっと気になりすぎたので、うん、明かりが見えた、ちょっとこの先にちょっとお忙しいんですけど、この辺りちょっと気をつけた方がいいですよ、みたいなことを言われて、うん、で、家族がね、ちょっと急に、そりゃそうでしょ、わけわからない夜中でね、怖いじゃないですか、ありがたいけど、ちょっと時間もあれだし、なんでちょっと変更困ってたんですって。そしたら、ここからね、家の奥から OG が出てきた。いつも寡黙な OG がすごい剣幕で出てきて、うんうん、貴様には関係ないだろ、出ていけ、怒ってんだ、って言っ
くなって、いや絶対絶対手芸者そんなこと言わないでしょそんな芸人みたいな人じゃない、みたいな、いやいやって言うぐらいは言わない、絶対手芸者修行足りなすぎるだろそんなもん、言ったんですって言ったかどうか絶対言ってねえよってなって出てたんですって、はいはい、っていうようなことがあって、その後にね OG が言うんですって、うん、わしのせいじゃ、わしのせいじゃ、わしのせいじゃって言ってね、うん、ちょっと変でしょ、うん、な言いながら部屋戻ってったんですって、怖いでしょ、うん、でもう一個言うと、うん、その近辺って結構ね事件が起きてて、うん、さっきも言いました川吉野川の高見川が、うん、言いましたけども、うん、その辺って普段はねおとなしい川で、はい、結構その流れもね急ではなくて、うん、かっこっちなんですって、うん、こう水遊びとかしたり、ね、でも、たまに、まあ、川ですから暴れる時があると、でたまたまそのウーマルクスこれ買っちゃった時に、うん、その A さんの親戚のおじさんが一人亡くなってるんです。あ、そうなんだ。釣りしてて流されて水害で亡くなったりしてて、うん、でこれ一個、今から言う話、事件にもなって新聞とかも載ってるんですけど、その川で遊んでた、うん、男の子2人、兄弟なんですけども、うん、でその兄弟が、どっちか忘れたんですけど、森ってあるでしょ、はいはい、魚とか作るやつね、その森を、兄弟のお兄ちゃんの弟どっちかがちょっと取ってくれっつって、うん、森ちょっと取ってくれって言ったら、その片方の兄弟がその森を投げてもうたんですって、その森がグッて刺さってもうて亡くなっちゃ う, うわ痛ましい事件があったような場所なんですって、ね、でその場所っていうのがエリア的にも固まってるんです、で今挙げたトピック2つ以外にもそういうねちょっと悲しい出来事があるようなエリアなんですって、でそういうこともありつつ、でその修験者が来たような話もあったじゃないですか、で A さんがね子供の頃なんですけど、まあ皆さんが思い描くような田舎の家といいますか、はいはい、まあ、2階はないんですよ、1階だけでめちゃくちゃ大きい大きい家で、でサザエさんの家みたいに縁側がこうあれ大きい縁側があって、で廊下があって、うんうん、でその廊下トイレまで行くのにちょっと寒かったりするようなね格好作りです、でその時夏だったらしいんですよ、で A さんは一人でね和室でこうやって寝とったんですよ、でなんだったらこう月明かりがこう差し込む中、うん、まあその寝てる感じだったんですって、うん、で夏のある日なんですけど、もうこう A さんが寝ててね、うん、でパッて目覚めたんですって、うん、でパッて目が覚めて普段やったら感じるその月の明かりが目の前にないと、うん、真っ暗なんですって、うん、真っ暗なんですけどもかすかに明かりが差し込むような感じで寝ぼけてるんで、なんだかなんだこれと思って、うん、でなんだろうなこれと思って、で頭の中に浮かんだのは子供ながらにね昔よあるカヤってあるじゃないですか、虫よけの、あ夏になると川、ね、夏になるとするやつね、そうそうそう、あれを誰か家族のね誰かが買っておいたんだろうな、あこれカヤなんだろうなと思いながらまたこう寝そうになってきたらね、うん、なんかねそのこうカヤだと思ってるこの周りあるでしょ、うんうん、これがなんとこうやってうごめいてるんです、何だろうな何だろうな何だろうなと思いながら、でもまだ寝ぼけてるんです子供だから、何だろうな何だろうなと思って、ね、こう言ってたら何か声が聞こえるんですって、うん、お前じゃないなみたいな、何かこう何かな、ね、おそぼそってお前じゃないのかみたいな、何かこう声が聞こえるんですって、うん、なんか声が聞こえる、何か声が聞こえるなっつって、うん、お前じゃないで何だろうな何か声が聞こえるなと思ったら、遠くの方から OG がバーッと来てガーッてダメだ怖っ、でその瞬間にパッて開けたんですよ目の前、おあカヤじゃなかったんだって、あそしたらもやみたいなの、うん、OG がその姉さんこうやって押してくれて、うん、ごめんなごめんなって怖かったな、わしのせいやからわしのせいやからなって言うんですよ、ま、そんなことが自分のせいだっていうね、これは何がわしのせいかもわからないし、分からんね、そんな状態でね、まあ、成長してた、うん、ある日はいですけど、まあ親族一同、まあ、いろんなことを見まして、その OG が一人で先にね、うん、家守ってるって言ってたじゃないですか、うん、でもね年に1回2回、ね、うん、夏冬か分かるんですけど集まると、はい、で久々に、うん、いろんな親族が一同に会するもんだから、うんうんうん、まあねテンションが上がって、うん、おじさんが一人ね、うん、
まあ、だから OG の息子に当たる人かな、うん、で、おじさんが一人、うん、その孫たち、うん、ひ孫たちを楽しませるために、うん、アユをね、うん、川で取って、うん、でちょうどアユの季節を楽しむ、で、こう取ってみんなでこう楽しもうよ、勝手に遊ぼうよみたいな張り切ってね、おじさんがね、あの物置からこうアユの網をこう取ってたんですって、うん、そしたらね、足場が悪かったんでしょうね、うん、この踏み台がね、ドーンって倒れてもうて、うん、こっから行ってもうたんですよ。おで、うん、頭から行ってもうたから、首もやっちゃってね、あららで、もう急遽病院に運ばれることになったんですよ、ね、で、まあね、そんな目に親戚一度集まってて、うん、子供たちもいっぱいいてるけど、うん、ね、誰か病院行くんだみたいになって、で、何人かが最初病院行ったんですけど、容体がまあかましくないと、うん、で、もしかするとちょっと今夜あたり峠かもしれないと、命にこう、うん、やばいんじゃないかみたいな、うん、で、子供たちとりあえず集めてみたいな、うん、あの田舎のね、実家の方にちょっとね、うん、置いとけないと、で、集めたんですけども、OG どうするってなったんですよ。なるほど。でもまあ OG はまあまあ90なんでね、うん、まあまあそのまま寝ていただいて、でも心配だろうからどうしようかみたいな、うん、で、何人か、3人ぐらいで結局 OG 連れてこようってなって、病院に。なるほど。心配だから、うん、で、OG 迎えに行こう、で、OG に迎えに行ったんですよ、はいはい、で、玄関開けて夜中ですよ、うん、OG っつって声かけて、声聞こえないんですよ。あれ OG 寝てるな、大丈夫かな、で、OG っつって、で、とりあえず OG の部屋の前まで行こうっつって、なるほど、で、部屋の前まで行って、トン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 、 OG っつって、ちょっとソファあるんだけどみたいな感じで言ったら、入ってくるな声するんです。入ってくんなって、何 OG 起きてんのつって、入ってくんな、全部わしのせいやから、わしが何とかするからって声聞こえます。何言ってんの、うん、ちょっと本当にね、ちょっともう年いってしまわれたんで、はい、ね、まあ、ちょっとボケてたかな、みたいになったんですって。で、どうする、入ってくんだって、これ開けたらめっちゃキレられるじゃんみたいになって、うん、どうするどうするみたいになって、わしのせいやから、わしのせいだから、全てわしが何とかするから、入ってくるな、あ、わしが全てうまくまとめるから、もう今すまんかった、わしのせいや、急にね、声が聞こえなくなったんですって、うん、で、しばらく沈黙があってね、しばらくすっとその部屋の中からうーって声がして、うん、OG ってなって、開けるよ開けるよっつって、ガラッて開けたら OG 滑覆したんです。白装束。おお。王子。滑覆？いやいや、大変だ。遅いな、来るかと思ってけど。いや、雰囲気で言っていいか、お前思ってた。分かってびっくりするでしょ。自殺されてて、で、その傍らにはね、これね、僕も説明しようがないんですけど、うん、聞いたまんま話しますね。うん、長い巻物みたいな、うん、和紙のね。なんか巻物みたいなものがブッてあって、そこに日本語とも中国語とももう説明がつかないようなわーっていう文字がブッーって書かれてるんですって、うん、で、わしのせいじゃわしのせいじゃつってなくなってるじゃないですか。なんなんそれ。で、A さんがね、いろいろ体験したその修験者のね方が、この辺は良くない、これはどの方の言ってたことも踏まえてね、うん、いろんなことを踏まえて、うん、僕とその僕のバイト先、僕に話をくれた人と2人でまとめた考察しますね。あ、はい、で、おそらくその後、うん、OG は亡くなられたんですけども、うん、そのしばらくしてから、その峠だったおじさん、首を言わしてしまったおじさんなんですけど、うん、無事に助かった。助かった。なおかつ今歩けるようになったし、ちゃんと回復したの、はい、でもそんなことってあんまり考えられないんですよ、うん、あの首って峠まで来てるんで、もうね、下手、はい、したらもうね、首から下動かないぐらいまでになるような状況だったの、うん、それが治った、はい、治ったと、うん、で、わしのせいじゃって言った王子で、うん、亡くなられた。これね、おそらくなんですけども、その家系ってそのエリアの何か守る的なもの、もしくはそこにずっと根付いている悪霊的なもの、それをもしかしたら封じ込めるための生贄にあてがわれる一族だったんじゃないかと。で、OG が幼い頃に何かがきっかけで、まあどういうふうにやったのかは分からないですけども、OG が身代わり
に誰かをして、うん、自分がその生贄のポジションから外れたんじゃないかと、うん、だからそのわしのせいじゃっていう、ね、っていうのところがね、責任感そうずっと言ってるもんね、しょってて、うん、で A さんがね、子供の頃、うん、寝てる時に、うん、出てきたその黒いね、貝のね、ような黒いこのモヤモヤ、悪意のある悪意のあるモヤモヤが、うん、お前じゃないな、お前じゃないな、みたいなことをこそこそ声を聞こえてたっていうのも踏まえると、やはりそういうね、何かを封じ込めるための役割、うん、それを外れてしまったがためにそこの一体が良くないもので包まれていると、で改めてそれを封じ込めるために OG が責任を全うして亡くなられたんじゃないかみたいな考察になったんですけど、これは大好きこういう話こういう話、うん、そのね、なんていうんですか。